どうしよう。来た運ゲー。よーあーあいいですね。ここいいですね。ここいいです。仲良しですね。さあトレインが発生している。あっとここで衝突。あっと混雑しているぞ。さあまさかのハッター最下位か。いやここで勝てる。ここで1位2回取っちゃおうぜ。あなるほどね。やった。ハンデハンデ欲しいな。ハンデ欲しいな。じゃあこれどうやって渡すの。あそういうそういう交渉はありです。ああありです。どういうの。そういうの。個人的に個人的にお願いするのはありです。HP があと残り3です。助けて助けて。あーピクトここやばいです。ここやばいです。ここやばいです。あーちょ一匹だけでも一匹だけでも一匹だけでも何や何やあ終わった終わったゲームかこれ。ただあやべえやべえやべえ飛びてきた何がこれさすがら倒し早い早い。お手のもんだ。ジャンプはお手のもんだ。俺に構わんな。俺に構わんな。落ちた。嘘だろ。助けて。さすが。助けて。助けて。俺に構わんな。俺は追いつく。ノンストップで進む。さあ第2本。はい。スタートです。見えない。見えない。間に合った。あれ間違えた間違えた。あれ。しまったよ。間違えたよ。早いと思ってもやっぱり。待って。あやったやった。よそしい。一緒に行く。まあ当然だよな。はい。怖え。おお始まるぞ。はい。行くぞ。行くぜ。頑張るぞ。楽しもう。スタート。よし。ぶつかる。音楽かっこいい。すごい。F ゼロみたい。キッチョ君がグーでシャーロンさんがパー。じゃあチョキだ。から勝てる。入れ替わったねジャンク。はい。おら。くらえ。おっと。ここで FB 37さんが。私だ。ええよええよ。ちょっとなんかこれこの BGM ちょっと怪しい BGM これなんだこれ。ええよええよ。乗せろ俺は乗せろ。どうにかして乗れねえのかこれは。やりましたね我々 TK チャンネルが勝ちましたよ。そう。やった。TK チャンネル3人が。4位から。ねえ、あの噂、知ってる？なるんだって、携帯電話が。クーチャンネルプレゼンツ、マイクラキマヨシ2020裏世界の迷い人。実は俺さ、新しいスマホ買ったんだよね。へいいわね。今から屋台の買い物するから素敵な写真撮ってみてよ。映えてる？やばい、映えてる。映えてる？映えてる映えてる映えてる。めっちゃ映えてる。新しい商品が並んでいたよ。なんだか楽しくなってきたわね。俺たちでどんどん映えスポット探してみようぜ。
ここは珍獣料理が食べられるらしいぞ。親父、今日のおすすめを出してくれ。ここのドクターフィッシュって癖になるわね。ふう、なかなか楽しいわねこれ。そうだ、次は肝試しとか、どう？いいね、バズりそうだな。でもよう、俺がここに入るのか？なになに？ビビっちゃってるわけ？別にビビってねえし、これぐらいなんてことねえし。ちら。で、ご感想は？普通。俺くらいになると、物足りないって感じかな？もっとこう、本気でビビるような、そんなんじゃないとな。じゃあさ、今噂になってるスポットに行ってみましょうよ。何か裏世界っぽい場所に行ったって噂になってるのよ。ふーん。あれあれ？物足りなかったんじゃないの？よしわかった。その噂の場所とやらで肝試しだ。これは映える予感がするぜ。コーナーや、プリン食ってる場合じゃねえ。このトンネルの先が噂のスポットよ。さすがに雰囲気あるな。ちゃんと、そのスマホで撮影するのよ。わかってるって。じゃあ俺撮影するから戦闘よろしくな。はぁ、あ、何？またビビってるの？ちげえよ、ビビってねえよ。撮影のためって言ってんじゃんよ。はいはい、じゃあ同時に進んでいくわよ。ここにお地蔵さんがあるわ。ちょっとお供えでもしていくか。これで道中の安全は間違いなし。またビビってねえし。おう。どうかした？なんか電柱の陰に人がいたような。え、誰もいないじゃない、驚かせないでよ。ちら。
はい、お疲れ様です。よいしょ、うん、さあスタンバイしてますよし、はい、最終枠やってまいりました。のど飴飲んできたんでね。あ、もう戻ってきてんのかな。よいしょ。あの看板の件はね、あの見えてました、見えてましたし、そんなに慌てることじゃないから、もう最終枠だしな、終わってからゆっくり直してもいいし。ラダオ君や、これは。どうしてんやろ、まだ向こうで放送してんだよな。一応10分前集合って言ってるから、まあまだ向こうで放送してるっぽいんで。よいしょ。枠移動しはるのかな、どうなんだろう。一応ちょっと放送見ててんけどな。ボイちゃんにね、一応10分前集合なんやけど、まあちょっと盛り上がってるし、最終枠やからな、最悪ずれ込んでももう休憩とかないしな、正直ずれてもいいんですよ、僕は。ぶっちゃけ、ぶっちゃけ前説で30分食おうがいいんですよ。最終枠はその辺緩いからな、後ろがないから。まあだからあのあんまり時間通りですよとか焦らずにね、もうちょっとゆっくり時間使って堪能してもらう。そうで、そうしないとさ、前川号見てもらえないしな、正直。クーニャン乗せとるで。あ、どうも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 、エビフライおじさんじゃありませんか。どうも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 、あのバナーがかっこよくね、工事中からかっこよくなってたエビフライおじさんじゃないですか。あ、終わったね、向こうの放送。じゃ移動していく。あ、ウーバーイーツが走っていった。あとね、さっきあの、あ、どうも、お世話になります。あれ、あ、さっき来ちゃいました、私。いいですよ、もうどんどん来てくださいよ、そんな。あ、オッケーです、オッケーです。同じ大阪の民じゃないですか。確かに。あのね、あの樋口さんのことはデローン呼びしても大丈夫なんですかね。あ、全然いいですよ。大丈夫です。あの、はい、同名の方がいらっしゃるんで、ちょっとややこしくなるんですよね、下の名前でお呼びすると。あ、夢先、うん、はい、全然全然デローンで。じゃあもうデローンよろしくな。あ、お
聞いてる、いいよって言ってるの。よろしくな。デロン、男湯の味はどうやった？ちょっと塩辛かったな。そっか、そうなのか。ちょっと辛いんだ、あれ。あ、皆さんいらっしゃいませ。お疲れ様です。はい、前枠見てましたよ。ありがとうございます。だいぶ前から空中に浮いてましたよね。あ、見えてました。うん、あ、いるいると思って。見えました。はい、あの七不思議一つだけですか、結局見つけれたのって。一つです。見つけた、うん、見つけたはそうだね、あの座敷わらしですね。うんうん、女の子のやつですね。うん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 、はい。あと今日はどうされてたんですか。20時から確か枠取られてましたよね。うんうん、屋台いっぱい回ったり。そう、屋台回った。あ、去年の枠とかは行ってないんですか。あの去年じゃない、2014年の小山チャレンジとかは。それは明日明後日に行こうかなっていう話。行ってもらえるんですか。行きます行きます。お忙しいのに、うん、え、3人で。いやいや全然、いや3人で。あ、ほんまに。そうですね、それすごい奇跡的ですね。スケジュールがそんな3人持って売れっ子なのに。いや全然ほんまですか。あの日中が楓さんが忙しいのでちょっと夜しか行けないんで。まあ学生ですからね。確かに。女子高生ですからね。うん、確かに確かに確かに。土日ですよ、土日。そうやな、よう考えて。部活がありますもんね。あ、そうですそうです、部活が。ちゃうかな、ちゃうかな。部活があります、はい。あ、今運命枠で配信してるんですね。してますしてます。ああ、そうだそうだ。オッケーオッケー。はい。ちょっとお手洗いに行ってきますわ。それは言っていいの？バスは？あの全然大丈夫です。あの最終枠なんで皆さん、うん、なんか次の枠がないので、はい、もう集合時間とか言ってるけど基本的に少々ずれ込んでも全然大丈夫なんですよ。うん、はい。なので行っといで。行っといで。私も買ってたんで食べよう。はい。しずりん食べ終わりました、ご飯。うん、だいぶ前に。あとね、うん、食べ物でちょっと注意事項がありまして。うんうんうん。丼物あるじゃないですか、天丼だとか、お蕎麦とかの、うん、お椀が残るやつ食べ終わったら、うんうんうん、あれはメインサーバーの方に持ち込めないんですよ。はあ、さっきね、教えてもらえた。あ、誰に。あ、コメントですね、視聴者さん。あ、優秀ですね、うん、はいはい。で、あの食べきるタイプのやつは持ち込みできます。はい。あと、あの頭の上に乗ってるクーニャンも没収されるのでちょっと後で預けといてもらいたいんですよね。どう、預ける。なるほど、うん、OK です。提灯とかもですか。提灯も預けた方がいいですね。うんうんうん、はい、OK です。はい、じゃあちょっと預けに行きましょうか。はい、なるほど。シズリン先輩どこ。メリーゴランドの横にいます。あー、オッケーです、オッケーです。このね、エンダーチェストです、うん、そうですそうです。この、日の宮蔵の足元にあるこれ、はい、うん、預けてもらうと自分のものは自分しか見れないチェストなんで。あー、はーい。ここに貴重品を一旦預けてもらう形になります。じゃあ車も、頭クーニャン、ごめんな、また後でな。ちなみに、ちなみにここにホマモンのクーニャンがいるんですか、ね、うん、マスコット化してない。カッザ車持っていけないです。え、何か、え、カッザ車。カッザ車は OK です、持ってきます。あ、OK、はい、ラフテーはお盆かな。ラフテーは食べきりタイプですね。なるほど。はい、あの七味屋さんのやつと、あとあのゲテモノ屋さん、ゲテモノ屋さんのところ、あれは確か器が残るタイプですね。おー、なるほどなるほど。たい焼き、ラフテ、いちごスムージー、おにぎり、プリン、切り寿司、いち、かき氷、串焼き、ラメ、焼き鳥、ミルク。食べ物ね、ちなみにね、60個ぐらいいりますよ、トータルで。なるほど、ね、念のためですけど、念のためですけど、ワンスタックで。そう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 、もう64って個でワンスタックなんですよ、うん、だから、はいはいはい、なんかどれか1種類カンストしとくと心配なくいける、うん、OK、 なるほど、多分大丈夫、うん、大丈夫。60個ある。ある。あ、あげようじゃあ。ありがとう。
すごいプリンパフェ、どっから出てくるんだすごい数のパフェ、こんなにもらってたんださっき、がっつりと、うんうんうん、はい、で皆さんは22時から枠ですよね。そうです。なので、はい、まだちょっと出発まではちょっとご勘断をっていう感じになると思うんですよね。一応ご飯の準備とその預けて消してはいけないものを退避させるっていうのをこの10分でやるのと、あと音量調整やろうかなと思ったんで、僕の声がうるさいよってたらちょっと下げてもらうとか、はい、はい、調整今のうちにしておいていただければなと思います。わかりました。はい、うちの方どうです、お三方の声大丈夫っぽいですか。大丈夫かな。あ、大丈夫。あ、お面もね、お面も預けてください、シズニー先輩。あ、お面もダメなんだ。はい、消えちゃうんですよ、ダメっていうよりも上書きされちゃうんで。はい、ちょっと緊張して口数少なくなってて笑うって言われてますよ誰が革命さんのコメントなんですか。あ、僕が。違う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 んですよ。朝からっていうか昼一からやってるから。あ、そっかそっか。なるほど。疲れてるだけなんですね。そう、それは仕方ないですね。はい。なあデロン、そうやな。うん、そうやな。うん、ご苦労。露骨に距離縮めて。プリンパフェ食うか。あ、もらうわ。お気に。いただきますわ。あ、今トレンド見たら1位に月の水戸樋口楓静香凛って書いてある。おめでとうございます。おめでとうございます。見ましたね、ありがとうございます。いや、もうクーさんのおかげですよ。いえいえいえ。どういうトレンド入りの仕方なんやろこれ、うん、これ多分配信の題名じゃないかな。配信のタイトルちゃいますかね。ありがたいね。いやいや、こちらこそ来ていただいてありがたいですよ。いやいや、本当に本当にすごいですね、 YouTube さんの公式企画って。本当よ。席を離れます。はい、はい、いらっしゃい。もうこれもまあ偶然だったんですけどね。YouTube さんから一緒にやりませんかって声かかってきて。いや、すごいことっすよ。すごい、それでドッキングしたみたいな感じなんですか、企画が。はい、ここね、地図結構そうだな、うん、配信通してみたらちょっと小さめかな、うん、そろそろ、あ、まだまだ3分あるのか。そうなんですよ。いや、雑談ですね。もうダメ。まあうちはもうあの緊急事態が起こったらまずいんでっていうことでね、早めに撮ってますから。なる、はい。そう、肝試しは特にマップとかないんですよね。そうですね、うん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 、自分で行く先を探しながら進んでいくっていうような感じなので。なるほど、はい、あ、そうか、私ごちゃになってた、マイカー号の地図と。なるほど、ね、そうなんですよ、それ、あれは全然ここだけのマップですよ。うーん、なるほどなるほど。はい、このクーニャンどうやって作ったんですか、人形これね。ブロック、これはね、テクスチャーをいじってるんですよ。カスタムでリソースパックっていうのを今マイクラ入れれるんで、それで立体テクスチャーみたいなものを作って、うん、それを適用させてるんですよね。なるほど、すっげえな。これは赤ちゃんでもできるんですか。赤ちゃんは無理です。どういうこと、赤ちゃん無理か。赤ちゃんは女子高生はできますか。ああ、 JK はできるんじゃないですかね。ほう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 、なるほど。赤ちゃんなんで赤ちゃんが出てきたんですか、比較対象に。いや、ポチッポチッって押したらできるのかなと思って。ああ、いや、そんなにワンボタンではない、うん、割とちまちまし、ちまちまし、ドット絵みたいな感じ。あー、 3D のドット絵を作るみたいな感じですね、うん、あー、でもちゃんと雰囲気あるもんな、はい、うちのコメントでデロンは赤ちゃん説って言われてますけど、赤ちゃん、いやいやいや、そんなことないバブヨン。でもね、きっとね、デロンはめっちゃいい声で叫んでくれると僕は期待している。あー、うるさかったですからね、1分のやつも、ね、怖かった、びっくり系が苦手なんですよ。あ、ぴったりです。じゃあ
うわー、こういう系か。シズリンが無言でしたね。あ、無言というか、びっくりすると黙っちゃう感じなのかな。いやー、無理なはずですけど、うん、慎重に慎重に進んでたから。あ、そうそうそう、うん、一個一個全部の情報を見るタイプですね、リンは。あ、遅いんですよね、進みが。でもあのバンダイの書類も見つけてたんね、はい、シズリン先輩だしね。あー、びっくりしました。確かに、うん、上手やった。シズリンなんか口パクパクしてない？ん、ご飯食べてんじゃん。あ、なるほど、戻ってるのがバレた。戻ってたんや。はい、22時になりましたよ。放送枠大丈夫ですか？本当だ。もぐもぐしてる。食うとるやないかい。よし。いつでも始めれるようにさせてもろて。うん。開始ボタン押して押せるよ。じゃあ私口待機にするね。はい。はい。ストリーム機合ってるかな？ちょっとワーク分けたか。合ってた。ポチポチ。配信開始押す。おい、多分デローンは始まりました。私も始まりました。はい、私も始まりました。何食うてるんですか、本番やのに。カツサンドです。カツサンド、屋台で買った、屋台で並んでるはずのカツサンド。まあ、カツサンド割とガッツリいきますね、この時間に。待ってください、シズリンはエビチリ食べてました最初。何のことかな。なんでそんな巻き込もうとするんですか。そうなんだ、先輩の背中を見て育ったから。なるほど。配信に食べ物を食べてもいい。穴がち間違ってないな。穴がち。はい。じゃあもう3名様とも放送開始している。はい。なんかオープニングとかされないんですか。決まりも。今私たち準備中の画面だよね。多分。私はもう画面出てるけどね。あ、そうなんだ。じゃあ画面出そう。いいよ別に。載せます。音も載せます。はい、寄せました。はい、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶり。さっきやってましたやん。10分ぶり。今はね、あの運営のクーさんが同席していらっしゃって、うん、はい、今からお化け屋敷に行こうとしているところでございます。突入だ。お化け屋敷じゃない。確かに。肝試しですね。出てくるとは限らん、お化けが。確かに、うん、怖いな。そう、肝試しですから。いきますか。ということで、私たち準備整いました、クーさん。OK ですか。はい、OK です。はい、それではマイクラ2000、マイクラ肝試し2020の最終枠ですね。Day1 の最終枠。はい、はい、2時3時の3名様。いよいよ挑戦ということなんですけども、はい、ね、ここはあのご飯を探すためのワールドなので、一旦メインサーバーの方に皆さんで移動します、はい、でそこで、はい、自己紹介とかをちょっとさせていただきたいと思うので、うんうんうん、場所をちょっと移動させたいと思います。はい、はい、じゃあご飯はもういいですね、向こうではご飯探せないので大丈夫です、ね、いっぱい持ちました。はい、うん、じゃあ一旦ログアウトしていただいてメインサーバーの方に接続お願いします。失礼しました、はい、一応ウィンドウ消しとこうかな。じゃあ私、はい、私も一応消した。そうですね、で切断してイベントサーバーですよね。そう。そうです。イベントサーバーです。はい。お願いします。おお、びっくりした。そっかそっか。読み込みか。月の水戸の大アップ。ああ、テクスチャーちょっと読み込んじゃいます？ああ、シズリンが。ああ、ミルさんが。大丈夫です。来ました。大丈夫です。オッケーですか？おお、まがまがしい。はい、じゃあですね、入り口が現れたね。はい、うん、この鳥をちょっとくぐってもらうと、うん、目的地までワープできるんで、これもうちょっと、はい、はい、短縮のために取ってください。あ、もう行っちゃっていいですか。うわ、めっちゃ見てる。あ、ちょっとこんな感じで。はい、おお、待って、何やに、うわー、帰れちゃう。私も、うわー、うわー、飛んできた。あれ？リンは？ああ、来た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 。お見送りしてた。
はい、それではインタビューウェアがありますので、はい、こちらの方にインタビューウェアすごい楽屋がありますんで、はい、どうぞ。あ、アバイ BA みたいなやつだ。あ、出た、あの問題作。問題作？え、もう昔からありますよ、アマビエさんは。あ、そうなんですか。あります、あります。バズってたやつだ、問題作はい、まあこれちゃんと見えてるってことですね。かわいい。はいはい、はい、これが見えてるってことは、事前設定ね、あの皆さん一緒にやりましたけども、うん、その設定がちゃんとできてるっていうことなんですよ。はい、あのマイクラの設定ができなかったら、うんうん、そのこの絵が見えてないはずなんで。うん、なるほどなるほど。はい、それではですね、出走する前にいつも参加されてる方にですね、まずまあ初めて見るっていう方いないと思うんですけども、まあ、自己紹介と、うんうん、あとまあマイクラ肝試しにおいてのその抱負的な楽しみですとか、うん、なんかそういうのをちょっと一言いただけたらなっていうのを毎回やっております。で、はい、まず左から順番に、お願いしたいと思いますので、はい、はい、シズニン先輩からじゃあ自己紹介よろしくお願いします。はい、バーチャルライバーグループ。ちょっと座ってくださいよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんで降りた今。ごめんなさい、ちょっと逆向いてるし。ちょっと落ち着いて、落ち着いて。失礼いたしました、はいはい、でこっちを向いて、はい、 OK ですよ、はい、OK ですよ、はい、バーチャルライバーグループ二次三次所属、ゲームが手放せないゲームのお姉さんの静香凛子と静香凛です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。え、どっか行った、どっか行ったの。え、ちょっと待って、どっか行った。私いるよ。私どっか、今いるよ。上にいるのかな。ああ、なんだ。どこにいるの。タイムアウトしましたっていう。ああ、申し訳ないです。ちょっともう一回行きますね。あ、わかりました。ね、座ったままログアウトしちゃうと、うん、座布団、そうなんです。道連れするんですよ。オッケーオッケー。びっくりした、びっくりした。すみません、私袖なくなったんですけど。袖あるある。大丈夫。あるある、大丈夫大丈夫。よかった。自分の画面ではないのか。最初なくなってました、すみません、うん、申し訳ないです、ちょっとお騒がせいたしました。大丈夫です、最終枠なんでね、大丈夫です。七不思議だこれ、まあ、もう一度すいません。しずりん先輩、はい、じゃあ、自己紹介は終わったんですが、抱負的な肝試しについて何かちょっと一言いただけたらなと、はい、肝試し自体はやったことがないので、はい、あ、そうなんですか。やったことある？うちの近所のお寺とかお墓でやりました、ね、なんか修学旅行とか部活で合宿とかでやりません？うん、そういうの。あ、キャンプとか。あ、なんか金田一とかで見ましたね。うん、なるほどね。自分たちとやったことない。事件になるやつじゃないですか。なので楽しみです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、でちなみにホラーとかは得意なんですか？苦手なんですか？どう、あんまり驚かない。なんか初見の霊的なもののホラーは苦手ですね。なんだろう、質量を持ったものが押し寄せてきて対抗しうる手段があるやつは平気なんですけど、うん、割とは、はいよとか、うん、でも一方的に追っかけられてとか、なんか霊的なやつが来たりするのは苦手かな。なるほどなるほど、わ、うん、かりました。はい、じゃあよろしくお願いいたします。お願いします、お願いします。はい、お辞儀したら降りちゃった。そして、次は月の水戸さん、大丈夫ですか、回線安定してますでしょうか。はい、大丈夫なんですけど今ちょっと足がないらしくて。ちょっと待って、皆さんから見えてるかもしれないんですけど、多分降りたら治ると思います。ちょっとすいません、はい、一旦シフトで降りていただいて、はい、あ、OK、早そう。で、はい、シフト押してちょっとこうかがんでもらっていいですか。はい、どう、治った治った、大丈夫そうです、治ってますね。あ、よかった、幽霊になったんかと思った。よかったよかった。さすがに足ない状態でインタビューするわけにはちょっといかないので。はい、私は、あ、すいません、バーチャルライバーの、二次三次所属の月の水戸です。よろしくお願いいたします。学級委員長をしております。はい、はい、うん、はい、はい、以上ですか。
豊富豊富豊富。そうですね、肝試しは行ったことなくって。うーん、あ、やっぱり行ったことないんですね。ないんですよ、あの文化祭の肝試しとかは入ったことあるんですけど、うんうん、一番最初の部屋でリタイアしちゃって。あ私すっごい苦手なんですよ。あ、ホラーゲームもホラー映画もちょっと無理なので、あ、ぜひね今回は克服の手段として足を踏み入れていただきたいと。逆にトラウマにならなかったらいいんですけどねもうそういうこともあるかもしれないですね。クーさんの再利用ですね、そこいや僕は容赦しないんでいやでもね、やっぱりリアクション取ってもらえる方が、あの視聴者さんはすごく、うん、あの楽しんでいただけるんで、ぜひね、怖かったら怖かったで、うん、あのリアクション取っていくようにしていただければね、うん、自然に出るもんですからね、リアクションは。まあ、出ろんは出るな、出ろんは出るな、うん、そう、はい。まあ以前ね、あの僕存じて見てた時にはおるやんけって言ってましたけども、あ、そうですね、どなたかおるやんけって言ってましたけど、今回もしかしたらあるかもしれない、あるかもしれないですね、あるかもかもしれない、はい、そうですね。じゃあよろしくお願いしますってことで、割と苦手な月野さんということで、苦手ですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ、はい、最終デロンお願いします。はい、ゼロゼロ5ゼロバーチャルライバー日三時グループから樋口楓です、よろしくお願いします。怖いのは苦手です。え、そうなの。ホラーゲームをあまり進んでやりません、うん、肝試しは 3,4 回近所で50メートルぐらいの距離を歩いたことぐらいです。50メートル、そんなのあるのか。逆になんかお墓をのをこうまっすぐ歩くだけっていう肝試し。それはお墓歩いてるだけだよね。でお墓のその真ん中にあるところになんかお札かなんかがあって、あ、それを持って帰ってくるっていう。割とガチなやつですね。そうそう、お墓行くってガチのやつで、うん、まあそれ以降はちょっと、まあ学園祭のお化け屋敷は作ったことあるけど、もう作る側やったから楽しかったです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、という3名様ということで、はい、はい、じゃあちょっと準備しましょうか。はい、いやーめっちゃ緊張してきたいやーね、ね、唐辛子食べただけであれだけの声出してくれるから楽しみしてますさあこれは音量注意ですね、はい、うん、さっきのだけでだいぶやばかったもんな音が、うん。じゃあね、一旦僕は透明になりますんで。あ、消えた、おー、はい、じゃあシフト押していただいてですね、はい、降りていただいて、はい、はい、それでは、Day1 最終組の、うん、はい、月の水戸さん、静香凛さん、樋口楓さんの、2時3時3 JK 組、出発したいと思いますということで、あ、はい、いいですか、もう心の準備は。って大丈夫ですか。これって何するんですか。これちょっと待って、そっから名前くらで肝試しをするんで記憶消えたいや、なんか謎を解いたりするんじゃなくてゴールを目指せばいいだけなのかなと思って、あのね、毎年ちょっとその辺は趣向が変わってまして、今回はね、あまり謎解き要素は少なめにはしてるんです、うんうん、ありがたい、ありがたい。普通に先ほどの、あのお墓で肝試し行ったよみたいな、ああいうニュアンスの肝試しだと思っていただいたらいいので、でここからね、あの先にあるトンネルがあるんですよ。ここからちょっと見えてると思うんですけど、でそこが、まあ、肝試しの入り口になってますので、そこへ、はい、そこで肝試しに突入していただいて、無事帰ってこれたらまたお会いできると思います、はい、わかりました、はい、怒られるのかな。じゃあいいですか。はい、はい、それでは、JK 組スタートいたします。いってらっしゃいませ。いってきまーす。いってきまーす。はい、スタートでございます。トンネルまで俺先頭歩くわ。いいよ、静香のトンネルまで先頭行くよ。いやいやいいさあ大取り来ました。お前だ、静香さささめっちゃ楽しみ。でもトンネルくうわー、何の音これが、ギスギス言ってる音だよ。あー、なるほどね。何やってんの、何やってんの、埋まってる。
シフト押しながら行ってる。落ちたら死んじゃうんじゃない。落ちないようにして。落ちたらどうなるんだろう。死にます。暗い。うわぁ、なに、おおおびっくりした。あ、はい、なんか洞窟がうなってますね。おめえってなんで違って1分も経ってない。え、なんか雲の巣からなんか出てきた。上から埃がね、落ちてきたね。あいまいさんみたい。なんだ、埃か。もうええってなんで行き止まりなん。いや、ここに階段ができるんだよ。めっちゃ面白い。エバラのごまだれって。なるほど、じゃあこれ2人乗って、2人乗って。はい、お願いします。あー、なに。なに。え、主人に。おーおーらおーおーえーって、えーって、もうえーって。え、スタジョンは。あ、エレベーター重量オーバー、重量オーバー。なに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 。あれか、ディズニー。降りろ、お前ら降りろ。うわー、エレベーターすごい。すごいね。あ、黒い。あ、黒い。やばいやばい、わからん。あ、白い。はい。あー、かっこいい。すごいね。本当に綺麗。どういうこと。すごすぎ。本当に肝試し、これ。あっ、肝試しの息じゃないだろ、これ。夢の中みたい。夢のグラフィアやん。それは違うけど。だいぶ殺伐としちゃったな、夢グラ。すごい、なんだろう。すごい、何あれ。めっちゃ綺麗。あ、綺麗。あ、なんかいるよ、立ってる、ほら。え、誰。わー、なんかワンワンの首。ワンワンの首かな。誰。なんだあれ。月光が。違う。月光。あ、なんか、うさぎだ。うさぎだったな、今。デローンいいなぁ。ごめん、なんかやった、私。え、なんか近すぎたからこうなったんじゃないの。これさ、こっち側が正規ルートなのか、反対側見たかったな。いやいや、しずりん先輩めっちゃ冷静。しずりん先輩めっちゃ冷静やな。え、進む。進もうか。オッケー、見ましょう。はぁ、あー、なんか鉄筋コンクリートのビルがあったのかな。なるほど、うん、ここなんか背景があるのかな、やっぱり。うわ、落ちたら死にそう、うん、ここで死ぬのか。あの、ね、ここで死ぬこともあるって、ツイッターでも僕書いたんですけども、また異世界ピクニック裏世界ピクニックずっとシフトしながら歩いてる。コミカライズしてるやつから、画面の明るさ若干調整してモチーフ取って、50から100段の間ってたらどこスタートにしたんですよ。あ、でそれをあのアニメ公式のいいじってなかった、ごめんなさい。裏世界ピクニックさんが暗いかな、なんかツイートしてくれてて、画面の中央がさ、懐中電灯持ってるみたいに明るくなってるね。すごい、すごい、ちょっと明るくなってる。え、ちょっと明るくした方が良かったりとかするかな。歌い出すよ。暗いね。急に歌うよ。今歌うそれ。すごいな、月。上見てみ、ほら。ね。暗いムーンだこれ。月の色変わってる？さっきとね、なんか色が違うね。濃くなっちゃった。カエデちゃん怖がっちゃダメだって。なんかもしかしたらネタバレしちゃう方がいるかもしれないから見ないように私はしてるので、他の二人はちょっとわかんないけど。私はちょっと明るいかどうか聞いた時に見たって感じかな。一応画面にはね、表示してるんですよ。うんうんうん、しない方が良かったりするのかな。何を出してんの。これめちゃめちゃ、え、下に行くべきなのかな、これ。行けないよ。外出れない、降りれないようになってる。本当だ、壁が、見えない壁がある。行くなって言われてる。離れちゃいけなかったね、確かに。そう、あ、そうです。できるだけ、じゃあ下降りましょう。固まってくださいっていうお願いはしました。徐々に降りては来てるもんね。ちょっと高所取って、あとずさりして逃げたぞ。お前ら降りてこいよ。ここまで。え、降りれる？だいぶ。うん。あ、下光ってるな。あ、来た。どれぐらい食らう？半分食らいます。半分。え？あ、全員降りたから？なに？電話だ。電話じゃない。どっかに落ちてる。多分スマホがどっかに落ちてる。え？すごい。明るいからあそこじゃね。ほらほら。あ
あるあるある携帯。え、わ、私この着信音ちゃうから。違うかもしれない。違うかもしれない。伊藤ちゃんの携帯だよあれ。やだやだやだ。私じゃない。私じゃない。二周目入っちゃった。でいいの？あ、スマホ拾ったって出たよ。え、スマホを手に持って右クリックで電話に出る。右クリックで。出て出て電話に出る。あ、ちょっと待って、ご飯でっか、スマホ。そうでかっ、スマホでかいの、うん、え、たい焼きだよ。あ、違うか、でかっ、でかいな、でかはい、あ、わ、なに、道なり進め、ね、あー、なになに、これでこれ何、え、ってことどんな道、今い今の道に沿うのかな。すごい、正解ルート一発で当ててる。めっちゃ逆行ってね。あ、そっちか、なるほど。ここじゃない？あ、ほら、すごい。電灯がつかつかしてる。ひー、こんなことできちゃうの？すごいね。あ、いった。あれ、地球の位置変わってない？二つ目？待て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 。あ、うまいうまい。え、なんか半月になってる気がする。いって、いって。半月になってる、確かに。怖いよー、やばい、うわー、イヤホン、うわ、何の音だ、今目があったね、今なんかいた、ごめん、私でもボイプしたかもしんない、おならすな、やばいって、なんか煙出てるよ、え、あっち、今、あの、シズニン先輩がウサギと目が合いました、ちょっと行ってみます、道なりとは言われたけど、で、ウサギが逃げた形になります、あ、いけない、まあ、あ、いけない、あ、そっか、いけない、なんかバリア張られてるわ、本当だ、何があったんだろう、なんか音する音する、なんかあったんかね、あっちで、ちょっと行きましょうか、道なり、オッケー、はい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 、道なりに進め、怖い、なんだこれ、電柱、そうだね、うわ、なんかこれ絶対、あ、あ、どうした、な、なんでもない、スイッチかと思ってあ、なるほどね、それで叫んだね、すいません、うつかつかしてる、光ってる光ってる、すみましょう、すみましょう、あーあ、違う、おっさんいやいや、こえー、でもなんもな、なんもないな、そうだね、なんもない、一本目でね、出してこない、多分あーあー、なんの音、なんの音、なんか、うさぎがいる、なんかいる、うさぎいる、スタッフさんが通過した、スタッフさんじゃない、あ、違う、スタッフさんが通過したってどういうこと、行きますか、奥、あ、虫の音がすごい、人力でやってるってこと、脅かしを離れないようにしないと、また出るんやろこういうのって、落ち着いて、出ろ、 BGM 止まったよ、出ろ、落ち着いて出るから、これ落ち着いて、あ、なんか息が溜まってる、食いこうか、なんで喧嘩腰なの、ね、そこで炎が燃えてるよ、アシュラスがいるよ、ほら、あー、負けた、これまた飛ぶんじゃないの、別の場所に、あ、さっきそうだったもんね、ね、うん、なんかいる、スレンダーマン、カエデ先に行けよ、次、カエデちゃん行きなよ、私たち先に行ってたから、ほら、行けよ、え、3人3人いる、私たちじゃない、これウサギもいるよ、いやいや、ウサギおるって中に、怖い怖い、あれ、めちゃめちゃ怖いな、ウサギめっちゃ回り込むじゃん虫クリアリングしてないけど人事に行かなきゃ、あー、あ、なんだ、消えた、離れた離れた離れた、無理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 なんで、なんで離れた、なんだった、わー、なんで、もういいって、どうした、雷が落ちてきたんじゃないかな、かもしれない、シズリン先輩には聞かへんな、かなって言われてしまったよ、まだ道なり、食ってるめっちゃ食ってる、おにぎり食べたらお腹減ったんだけど、なんで食いしん坊、食いしん坊すぎた、まあ代わりにその分デローンが、デローンがびっくりしてくれることでしょう、なんかエリオンだったほら、あ、虫の音、あ、お虫の音でかくない、お地蔵さんかな、まあ委員長も結構びっくりしてると思うな、あります、なんかいるね、虫の音でかくないですかいくらなんでも、おじさんさんだな、怒られるかな、
ピーカーは規定のあれだしね、うん、規定のほらほら、お供えもあるよ。こっちだったら怒られるやつよ。そうだね、顔が変わるかもしれない。取っちゃえ取っちゃえ、わーいわーい、あれ甘いわーって。取れなかった。なんだ、私の世界には干渉しないお供え物か。むしろお供え物をするっていう。これ関係ない、これもしかしてかもしれない。ないかもしれないですね。すごい笑顔だしな。あっちにもあるし、お地蔵さん。あ、ほんとだ、3個並んでる。追っかけてコントってな。私たちの追っかけてコントいてな。お前らも地蔵になるんで。めっちゃ警戒してる。あ、なんかそんな物するんじゃないこれ。見てみて、同じのかな。追っかけてくるのはだいぶ2年前か3年前にやったんだよな。ジェルダだったらここでお供えするんだよね。さっき水分あー食べた。あーごめん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 、なんでなんでなんで、お供えだよ。私のスイカは食べてくれなかった。あ、顔なくなった、すごい。顔なくなってる、ごめんにゃん。あ、スイカ、じゃあスイカはしずりに。びっくりした、なんであげたのに、ね、恩知らず、恩知らず。バカ。何あげた、何あげたの。私おにぎり、あんこ、お口に合わなかった、お口に合わなかったんで。なんかコシアン派かもな。酒おにぎり嫌いだったかもわからん。これ小屋かな、中に入れるのかな、うん、なんだろうこれ。青い方が、あ、入れない、入れへんわ。え、ね、入れないの。うん、バリアが張る。バリア、もういいって、もう。今ベストポジションでしたね。消えちゃった。デロンの目の前にポップしました。助けていい？熱い、ね、熱いんか。分かった、ちょっと休憩しよう。はい、休憩入りました。何？バタン。クーラーつけました。大丈夫です。行きましょう。よかったよかった。行きましょう。みんなはここで熱い熱いって言うよな。カズさんも言ってたよね、熱い熱いって、ね、汗かいたって言ってた、ね、すごいなぁ、電柱もね、しっかりしてるし、うん、向こうに浮いてるさ、る向こうの電灯がすごい、下がちゃんと、うん、うん、しずりに全然びっくりしないじゃん、うん、聞いてない、嘘つき。怖がりって言ってたのに、怖がりって言ってたのに。リセバ前行ってよ。私前行くとどんどん行っちゃうかもしれないから。大丈夫大丈夫大丈夫。見えないかもしれないし、したらクリアリングしてっから。他人に、他人のクリアリングは当てにならねえよ。イエスノーだ。あ、ピンクのベッドがある。え、ちょっといかがわしいじゃん。寝て大丈夫これ、爆発戦。なんで爆発、大丈夫、リスポーン地点が、あ、これだ、セーブポイント。あ、迷いなく寝に行ったもんね。オッケーオッケー、更新してくんだきっと。おはよう。じゃあ出ようか。なるほどね、ここから。じゃあ死ぬってこと。そうだね、死ぬんだろうね。可能性はあるな、うん。ちなみにここのベッドは、あの病院のベッドで、いてて、あ、違和感なく寝かせるためのブラフなんですよ。あ、わ、スマホ、うん、落ちてた。これ全く関係ないんですよ、踏むやつだ、リスポーンとか。わかりました、踏みます。えい、手前で擦り込んで、あ、何、安全ですよ。痛い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 。死んだか。はぁ、待って待って待って、ほらほらほら、え、死んだ、また来た、また来た、あ、もったいない。ここは謎解きですね、謎解き。ここからやり直しか。くねくねだ、これ。これさ、見ちゃいけないんじゃない。そうです。あ、なるほど、くねくね。そうです。くねくねは目に入ったら精神異常になる化け物です。そうです、院長、バッチリ。やっぱり見ちゃいけないんだ。あー、来た来た。あ、通り抜けるかってことね。通り抜けたよ私。うん、なるほどね。これは見なきゃ。やばい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 。振り返ってダメだ。すごい、よくわかったね。振り返ったら多分またダメじゃないの。うんうん。これ。すげえ。そういうお化けがいるんだ。ね、テケテケぐらいしか知らないし。あずきあらいとか。五感は似てるけど。うん、そうだ。
方。くねくねはあの2チャンネルとかで有名なコピペだったから知ってた。なんか落としたよ。え、なになに？カンって。えぇ、ー、あ、あ、あ、遠吠えが聞こえる。ポケモンかな。うん、草むらから飛び出してくるかもしれない。デンツ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 。これ伏せて通るのかな。伏せとかあるのマイクラって。これこれ、あい純粋に頭ぶつけてし、どうやって伏せるの。そのまま進みました。お辞儀しながら進んだら行きました。しゃがんで。本当だ、なんかチャイムみたいなの聞こえる。よかった、JK 組のホームじゃないですか。こんな殺伐としたホームが。あ、またほら青い方のあるから、なんかギミックが来るよ。ああ。この、あ、これなんか誰か生き絶えてる。誰か生き絶えてる。ほんとだ。おい、お前見てこいよ。うん。はい。捕まれちゃったりしないかな、急に。あらららら。ああとあれ、チェスト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 。開けないよ。あ、開けない。上邪魔して。死因は致死毒性の摂取のためですね。これはね。解剖した。そう。頭部以外のところが溶けてしまってるのがね、やばいですね。頭部以外溶けてる。なるほどね。出ましょう出ましょう出ましょう、こんな。一刻も早く、煙が出てる。行きますか、あそこ。オッケー。またなんか来る。じゃあ今度は遠くから見てる。遠くから見てます、私。よし、うん、うわぁぁぁ、いっぱい致死性、致死毒で死んだ人たちがいっぱい降ってきた。なるほど、降ってきた今。耐えた耐えた耐えた。奥行きます、じゃあ。行きましょう、うん、これ燃えんの。あ、燃えちゃう？燃えてる燃えてる。行きますか。次、楓ちゃんいてよ。いや。え？そう、私の番か。わぁ、なに？燃えてぇってぇって誰や？誰？ない？全くない。そんな、そんな怒らんでも。待って、なんだ？ SC へ行け。燃え燃え燃え。SC ってSE 方向しかわからんよ。 C ってセンター？ SC？ え？南センター。でもなんか門構えみたいなの一瞬見えたよね。ポスト SC、 キーボードでなんかとか。あー、 SC は塗装にもない。キーボードで、うん、そういう発想もあるんか。外ならまだわかるんだけど、あるのかな、それっぽい場所が。今後ありそう。行ってよ、カエデちゃん。行きます。うん、スパチャか。スパチャへ行けってこと。遅い方がさ、この怖そう、ね。怖いよ、そっちの方が。そっちの方が怖いよ。え、でも何も起こらん、何も起こらん、何も起こらん。あ、なになに、怖かった、怒った、怒った。光が。人だみたいになった。聞けるじゃん、そんなことできるんだ。あ、まだ第二の、第二形態残してる。まだありますよ。ここはジャブですからね。全然。わあ、あれは鉄塔みたいなところが近づいてますね。怖いなあ。私一人だったら走り抜けちゃってたけど。走り抜けちゃダメだよ。見てこない。勉強しなきゃね。ね、せっかくね、肝試しだから試してもらわないとね。真ん中でなんか起こるとかじゃん。これ火ないから。火ないね。東京タワーや、向こうのやつ色。本当だ。うん。おっと、何の音だ。あー、落ちてきた、落ちてきた、もういいって。あー、たっか、つってる、つってる。もうどっからつってんの。どう、ゼプナーか。え、ゼプナー、ゼプナンバー。スタッフさん、無限の糸だ、無限の糸。うわー、わー、こわー。なになになに、なんか動いてるよ。ゆらゆらしてる。動いてるよね、うん。なんか道を刺してたりとかしないよね、多分。なるほど。そんなことないよね。うわぁ、うわぁ、行こう行こう行こう。オッケー。来た、東京タワー。はいはいはい、はい、終わってしまったタワー。東京タワーの水族館は魚がめちゃめちゃ死んでて面白いってことで有名でした。これ、これ、いや、そうなん
ないの？管理不足でなんかめっちゃ死んでるっていう。でもなんかここも吊るされてる本当のやつが。本当だ。幽霊じゃない。あ、お地蔵さんいるよ。また何かお供えしましょう。お供え物するんじゃないの？そうです、うん、そうですそうです。スマホ投げとくか。あ、スマホいいね。誰かな。一回ベローンだったら面白いが取れなくなるかもしれないですよ、この先。呼べばきっとクーさんが多分そこら辺にいるから。いるよ。いやいやいや。いるよ。行きますよ、私、はい、魚を。あ、食べた。あ、いいちゃんですね。おめでとうございます。待って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 。何これ上上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 上あ、すごい面白い。今の何今のジェップナンバだ。私釣られてるよ。釣られてる。あ、いた。ちょっと同時に同時にやってみようよ。そうか、ごめん、動かしちゃいけないんだった。動かしちゃいけないんだった、ごめんなさい、ごめんなさい、嘘です、ごめんなさい。いきますよ、3、2、あの状態確認するための F5 は基本的に問題ないんですよ。あ、ミトちゃんだけやったか、釣らされた。おー、一人称で基本歩いてくれたら別に問題ない。どんな視点で持ってこれたんだろうね。え、ごめんなさい、今焦って別視点にしちゃって一瞬でも何もなかったです。大丈夫ですよ、一瞬とかは。アンチグラビティがあるってことか。重力ね。反重力。何の音？何の音？東京タワーってそんなとこなん？風評被害。前川郷タワーじゃない。あ、そうなんだ。分かれない。確かに、でもそうかも。東京じゃないし、ここ。あ、あ、ちょっと待って、ごめん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 、なんもない、なんもない、なんもない。住宅街に。なんもない、なんもない。なんもない、なんもない、なんもない。火がなかったけど出てきたの。お手本のような悲鳴ですね、デローンは。うわぁ、あ、ズリに取り憑かれてるって。やばい、やばいって。ついてる？いや、今はついてない。あの？ああ、あ、ズブズブしてる。ズブズブしてる。私もやってみよう。わあ、ズブズブしてる。あ、はまった。これ死ぬやつや。早く前頭。痛い痛い痛い。なんなんなん。痛い。あ、はい、すいません。どうやっていくんだろう。え、なんかめっちゃお腹すいた。そう。めっちゃお腹すいた。3人でみんなで行くとか？ていくの、あれ、えい、もう沈んじゃってる。ジャンプじゃねえ、ジャンプ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 、ここか、ここ、ここあれだ、なんちゃらホッパーだ、ラビットホッパーみたいな。ヒップホッパー。ヨー、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 リン、ヨー、と、飛べよう、走れよう、沼に落ちそうだよ。もう落ちてるよ。なんかこれ、ほら、スイッチじゃないか。いけーい。あ、違うね。違った。テクスチャーですね。あ、光ってる光ってる。うん、ここら辺なんか、あれ、爆心地みたいな。ちなみに、委員長が言いたかったのは、バニーホップジャンプ。クーなんちゃらって書いてある。バニーホッププラザ。クープラザって書いてある。言いたかったんだと思います。いきますか。はい。新レシピ解禁したわ。SC へ行けってなんだろう。そうですよね。ショッピングセンター？あ、ショッピングセンターかな。そうです、ショッピングセンターの SC です。はい、正解です。なるほどね。立ち入り禁止って書いてあるよ。でも行っちゃいけないんだ。じゃあここでゲーム終わりみたいです。はい、本日の配信は以上となりました。はい、立ち入り禁止だったので、すいませんが行けません。あ、かわいいね。うん、行けないな。行くか。行くなは行けって私ゼルダで学んだからね。行きますか。わあ、すごいね。クーチャンプラ。クーチャンプラザ行きますか。わあ、音が。なになになに。なんかやっぱショッピングモールといえばゾンビから逃げて。委員長からクーチャンプラザって言われるとは思わなかったな。ああ、わかる。ちょっと恥ずかしい。地図があるよ、地図。ただ SC とかはないね。ホール。すごい。人口、あ、これ逆？人口、入り口か。反転してる？うん、いや、入り口ってそっちで合ってるんじゃ。逆になったら人口になんない？それこれ人口になってるよ。うん。あの、違う違う、あの、一文字単位で反転してる。あ、ほんとだ。
なるほどなるほど、あ、なるほどね、来ますか、オッケー、うわー BGM やだな、え、どこから入るの、どうやって入るのこれ、ん、あ、二人踏むんで、これはしご、うん、これ二人踏むんでよ、多分私とじゃあ、なるほどなるほど、行け、はい、おー、飛んだ、来ましたねあーやだー、あ、今一瞬ズームになってたの、再生ここ色合い的に色合い的にそうだよね、ご飯っぽいよね、この色合い、さあ、楽しみですね、ここは、うわー、自動ドア、助け、自動ドア開きましょう、あー、あ、そっちね、そっちね、ご自由にお入りくださいってか、面白い、いやいや、なんかもういやいやな、目みたい、このストーンが、あ、なんかあれってっているって、ズリ、右、右、うん、ビー、やー、もうええ、もうええ、もうええ、もう何何が起こった、おにぎりがおにぎり回転去ってった、あ、すげえ不協和音になってるよ、へえへえ、せずりが買おうと思ってたおにぎりを持ってかれた大丈夫か、大丈夫っすもうええ言うてましたね、さっき、ビデオそんなそんな大丈夫って、男前の声出さんでも、あ、へえ、リン出た、リン出たか、ここは何、リン来た、ここは特に何にもないか、あ、ここも特にって感じだね、なるほど、大丈夫な、他行けるところは、ちゃんと扉があるけど行けないな、1階のお店の高さの空間の広々さよ、ね、素晴らしい設計だよ、ハワイのショッピングモール、うん、見る余裕がないです、他はどこにも行けないかもしれない、もしかしたら、あ、上には行け、あ、トイレだ、トイレだって、でも色的に男子トイレっぽいけど、ああ、すごい、黒バラがダメージ食らうんだ、行こう行こう行こう、ペチュペチュ言ってる、ピチュピチュ言ってるよ、本当だ、おしっこしよう、おしっこ、ちょっと待って、なんか上からなんか落ちてる、リンおしっこしよう、リン、一番いいかな、えなんでリンおしっこ見て、ねえ、ね、なんか落ちてきてるって、いろいろ余裕とるんや、この人たちは、すごい性域よ、すごい性域の負け出してるんだけど、モンスターのおしっこみたいなの落ちてきてるから、あ、びっくりした、やばい、あれ浴びたら、浴びたらどうなんのやろ、これ気づいてくれるかな、鏡、あ、でも綺麗だな、シズリン先輩気づく、なんだなんだ、あ、これ開けられないかもしんない、ドア、うわー、もうさー、わー、あ、ガラスが割れた、もういい、もういい、もう無理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 、こっちは、ほら入ってんだろってなるほど、ごめん、これあれだ、手前からノックしていくパターンのやつだった、そうです、奥から来ましたよ、ね、あ、多分、そうだ、うん、3番目のやつを録する、結構奥まで行っちゃうんだよな、3番目のやつからやつだから窓が割れたってこと、そういうことですね、あ、よかったね、あ、ここはもう誰も入ってない、特に何もない、うん、よかった、行きましょう、賠償請求払えないよ、こんなの、上行きましょうか、じゃあ非常階段、ザショッピングセンターのあっちの階段とは違うの、そろそろ2つあるもんね、2つある、どっちから行く、大騒ぎになるかもしれない、あ、これピクトさんも反対向いてる、あー、なるほど、デレの鏡の世界か、じゃあ こっちに行けってことか、行こう、3人1列になって行こう、これは3人1列になれるからさ、はい、横1列ってこと、うん、縦の縦縦一列じゃない、横横横横横、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、アメルティ横横、よし待つよ、せーの、うん、どんなこれは、行ったらもう無理なんじゃないのか、いや大丈夫大丈夫、あ、よいしょ、上行こう、上、はい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 、すごいな、荒れ地ですよ、荒れ地、これまがまがしすぎない、この何入ったらどうなんだよ、爆破予告があるぞ、あそこに行くか、おっと、何もない、しかも行けない、爆破弾頭がまたあるよ、あれ、あ、本当だ、白い目印ある、目印白い人がいる、これはウニクロ的な感じかな、何ウニクロって、
ウニクロ、ね、ウニクロ、はあ、よ、え、なんだそれ。行きましょう行きましょう。ユニユニウニリンダ大好き。はい、いるよいるよ。よし、こう。これはどういうお化けだろう。あー、なにどこ落とされた。めっちゃ戻ってるやん。ちょっと待って、私だけ落とされた。これいや下にいるだけでしょ。あ、違うの、下にいる、うん、下にいる。我々上のままだもん。もうええって、一人で行かなかったんか。え、一回だよね。一回よ。切れ方よ。登ってきて登ってきて、なんか落とされちゃう。なんも起こらんよな、なんも。走ってって。なんか置いてかれた。私たちがさっきの場所と違うよね、これ。うんうん。一緒。いや、なんかさ、さっきはボロボロだったけど、今復興してません？ホテル。お前復興してる。うん、なんか綺麗になってる。ここのモヤモヤが消えただけじゃない？いや、なんか、あの、うん、下とかめっちゃ崩れてたやつが元に戻ってると思います。多分。あ、でもね、さっき段差飛び越えてきた、ここ。あ、なるほど。あ、いたね。うわ、何の音？何の音？ごめん、私しか見えなかった。ごめん、やっちゃった。何があった？大変申し訳ない。ラッキーっす、ラッキーっす。今ここのショーウィンドウで並んでいるセクシーなボディのマネキンたちがあっちこっち向いてたんだけど、一斉にこっちを向いた。うん、なるほどね。そう。よかったよかった。よかったよかった。さくらんしすぎですね。すごい仕組みやね。よかったよかった。産地下がりすきってる。奥行こう奥。あ、こっちからは非常口のやつ落ちてる、看板。ごめん、見た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 。え、進め進め進めへん。どうしよう、これどっか逃げなきゃ。あら、いっぱい来たよ、いっぱい来ちゃったよ。いって、いって、あー、何の音、何の音、割れてる、割れてる。なんかめっちゃ来てる、めっちゃ来てる、ね、どこ行くんこれ。あ、気づいた。あ、こっち、こんなか。このマネキンもなんか動きそう。あ、非常口あるじゃん。お、来た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 。うわっ、うわっ、なに、なにこれ、なにこれ、なにこれ。うわー、逃げよ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 。こいつ、はめやがった。はめ攻撃してきやがった。落ちろー。わっ、痛い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 。まだ追ってきてるよ、まだ追ってきてる。あ、痛い、何の音、何の音。あ、死んだ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 。これ、リンの位置が結構前になるのかな。あ、大丈夫だ。あ、止まってる。リンどこ、リンどこ、はい、リンのどこ。あ、あ、私、ウニクロに出た。ウニクロに出たよ、私。ウニクロ死んじゃったからね。私たち、下に下に落ちちゃったよ。大丈夫、ちょっと待ってて。うん、あ、止まった。ここから脱出するとみんな止まるんだ。おお、これ面白い仕掛けだ。誰ってんだ、リン。先輩で、追われてる。むっちゃ冷静。いや、私たちみんなもう死んだみんな、ね、うん、多分私たち外に出たからみんな死んだんだと思う。死んだままなの？一緒に落下死した、あのミイラたちは。あ、私たちは生きてて、ミイラたちは死んだ。オッケー。マネキンなんですけどね。あー、びっくりした。あー、やっぱここで脱出の出口を見つけるのはリンなんだわ。非常口あるよ。一番冷静なやつが。めっちゃさ、冷静にさ、前川の地図とか見てるんだよな。これ前川号のマップかな。そうですそうです。なんか、なんかありました。見たのとちょっと違う気がする。でも私たち戻れないんで。ねえ、うまくはしご降りれればよかったけど、飛び降りちゃったかい。私も飛び降りた。そうか、リン死んだのか、一回。今死んだ、ここで。あー、なるほどね。うん、だからあっちにいたんだ。リスポンしちゃったんだ。いきますか。おい。はい。これ、車来そうじゃない？いやいや、なんてことない。いやいやいや。キキー、バーンってなりそう。あ、音だけとかは出てくるかもね。ありそう。あ、静かなのやだね。静かなのやだ。歌おうよ。私がと言いました。え、リンの名字かな。わー、ムーンダックライ。ブルホンのここで歌う
歌じゃない。キラキラしちゃって。テレヤさん。大事。あー、早くいて、ルナシクがあるぞ。なんだよ。なんでそこまで切れるんやろ。二人を見て電話に出るから、私の背後に何か出たら教えてね。はい、わかりました。あ、何これ。病院に行け。あ、やっぱさっきのさ、ショッピングセンターだったんだ。やっぱショッピングセンターだ、うん、病院だ。これ5文字しか表示できないから略さざるを得なかったのでは。あ、ショッピングセンター、その通りです。なんか綺麗に映るから、このあの文字数の制限で。なるほど、そうです。私が先に行くの。さすが院長。な、病院に行きましょう。はい。住宅街だもんね。そうですね。すごいな、まだ病院っぽくにとこパパ見えないですね。あれ、突き当たり病院じゃない。でも違うかな。そうかもしれない。さあ、猫ちゃんゾーンやってまいります。皆さんよく見ていてください、猫ちゃん。さあ、おっと、なんだ今。黒猫、見えた見えた見えた、黒猫だ。高速急すぎる。捕らえるのが大変だったよ。足にタイヤでもついてるのか。ブーンブーンニャン。可愛かったけど、可愛かったか。でもこれ足場崩れてるよ、できるの、うん、岩盤まで出ちゃってる。またこれ落ちたら回復するというか復興するパターンなのでは。落ちる？落ちかない。いけーい。てぃ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 。あ、病院じゃなかった、団地だ。団地だ、団地だ。あらー、なんだ、赤いよ。敵あるかもしれない、赤いから。そうだ、直感的。あ、ここにもいる。でもなんか動いてるよ。でもエンダーマンだからこれ見たらダメなやつかな。え、めっちゃ増えてね。ねえ、すごい増えてる。あ、白いのが1個ある。わーわー、もしかしてリン、白いのに触れた？うん、触ってない。逃げてる。あれ、追いかければいいんじゃないの？あの、追いかけよう、追いかけよう。おい、こい、これはすごいぞ。え、タッチしていい？うん、追いつけたらタッチ。追いつけると思った。うおー、なんの音？なんの音？なんの音？なになに？え？うわ、うわ、暗い。え、なんで腐ってる？めっちゃ腹痛いてる。お腹が腐ってる。いろいろ混ざってる。表現の仕方よ。カモンアイシクルが飛んできてたね、後ろから。カモンアイシクルって何？攻撃の技。はぁ、あ、え、あれ奥進みましょうか。じゃあ、うん、黄色いやつに沿って。そう、ね、大丈夫？いる？いや、なんもいない。これ普通の家よね。でもこっち普通の家か。なんか何にもなくない？逆に。確かに。なんかコミケ帰りのあれみたいになってる。なんかこういう街じゃん。私だけ見えてんのこれ。え、何が何が？あ、横はあるね、いっぱい。あ、そうそう、家に横はいっぱい家があるけど、うんうん、奥は私たちの進路方向は何もない。あー、うん、確かに。そう、整えられてますね。あ、また地盤沈下してるよ。ほんとだ。うん、見ましょうか。うん、えい、大丈夫ね。そうだね、うん、あ、ライトからなんだ、血が流れてる。なんだ、ちょっと待って、なんか音がする。何の音？何の音？お地蔵さんがいっぱいいる。ね、なんか上から降りてきてない？あ、何あれ、なんかもう連れてかれた。うわ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 、何あれ、うわうわ、来るぞ。波？波が来る。なんか来てるって。なんか来てるよ。ああ、あ、なんか頭が4つついてるやつがいる。どこに？あそこに頭が四つついてるやつがいる。アシュラマンのダブルだ。え、なんかお地蔵さんのとこに水がある、水がある、水がある。水が入ってるって。かけるんじゃないの、それもしかしたら。おれ、おれ、どこかな。あ、レンズ。違った、そうじゃない。やり方違う。そうじゃない。頭五つだ。いやいや、四つか。あ、そうです、そうです。いや、何これだって。いいぞ、出ろ、その調子だ。やべえ、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 来ないで、来ないで、来ないで。しずり先輩ここにいます。やべえ、やべえ、やべえ。右クリックから、右クリックから嘆く声を聞くしかないのだった。右クリックから。何、何、協力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 。ナイス、ナイスの、ナイスの。なんだ
何これ。あ、お地蔵さんの中にチェストの中に水が入ってて、それを右クリックでやるっぽい。私もやったよ。え、でも私今真っ赤なんだけど、目の前顔剥がされたからね。あの、かぼちゃ、かぼちゃの顔になってる、なってる。あ、ナイス。あ、違った、失礼失礼失礼。水ちゃんはね、やられたんだ私。あ、戻ったもん。かぼちゃの顔、やばいってやばいってやばいって。ご飯食べれる、ご飯食べれる、やばい、体力が、とてもないことになっている。めげ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 。みんなやられてないと、これ。え、生き返っても赤いが。待って、私右クリできたつもりだったんだけど。あ、分解したぞこいつ。これザコにやってもいけるのかな。いや、頭だけだな、本体だ。なんとなんとなんと、面白い、これで、やばいって、面白い、面白いつーか、なんつーかさ。いや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 、わわ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 。もう SS にないんじゃないか。あるよ、ある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 。いい、頼んだ。まだだね。いやいや、誰を、この本体をやればいいのか。本体長さが違うのかな。なんですぐ死んでまうん。やばいやばいやばい、来てる来てる来てる。あるある。いや、後ろについてるのなんだ。あー、死んだ。そう、はい、ないのか。いや、あ、頭がないとかな。頭がないときに投げなきゃいけない。あ、なるほどなるほどなるほど。こういう、こういう、今あと1個、分かれない、分かんない。な、頭が今3つ。キズリンめっちゃついてきてるね。待って、お散歩してるな、これ。さあ、んなさあ、あんな投げさが、やばい、変えてちゃう。あっ、きた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 。誰にやればいいの？あいつだよね。あいつ、あいつ。よし。あ、よし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 。ちょっと頭。避けるなぁ。どんどん。今、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 裸、今、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 裸。やばい、今、何も水落ちてない。そう、今、真っ赤っかでダメなんだ。ダメ。ロー、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 こいつ、ロー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 。ロー、ロー、ローって何？ローって何？ここ？こいつ？こいつ！やばい！あ、エイムが、エイムが、エイムやばい、やばい。なんだ、なんだ、なに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 。めっちゃついてきてる、私に取り憑かれてるかも。あ、ないや。リスポーンしたけどダメだ。やばい。あー、あー、くそ。もうでもそろそろね、タイムオーバーになると思います。待て、見に行くわ。あ、殴れる。あ、殴れんだ。頭殴れるよ。マジで。うん。まあ、HP が低いことをローって言いますってことね。誰が殴った？私やってないよ。私もやってないよ。もしかして頭な殺したら死ぬんじゃないの？頭に誰か水かけた？あの、浮いてる方の。かけてない。私もかけてない。もしかしてお化け、なんかこいつら雑魚すぎるからもう勘弁してやろうあるかも。その通り。時間切れだって。その通り。その通りでございます。あるかもしれない。あの、グダグダしちゃうっていうか、終了時間が読めなくなるんでね。もう怒らんかったな。一応あの最長 何分までっていうのは決めてます。あそこ通り抜けていいのかな。行こうか。行こう。ここ病院？この病院だね、うん、多分。いや、見てるよ、見てるよ。本当だ、患者さんが見てる。これって拡大ってどうやるんでしたっけ、マイクラって。いや、それ多分ね、あれ入ってないとできない。モッド入ってない。そうなんだ。見てるね。多分あれ病院って書いてあるんだろうな。本当だ。ね、肩が、肩の巣の病院って書いてある。わー、なんか光ったよ。みんな消えたのかな。肩巣病院って書いてる。ほう、なるほど。行くか。どうしたんないか。富士急にあるよ。一生病院行けんくなるから、こんなあ、また踏むんじゃないこれ。はい。うわーうわーうわー。豚多いな。燻製機。え、あ、ねえ、言うって、あっちにいるよ。うるさい、うるさい。うさぎおったよ。マジでさ、何？何の音？正直デロンの方がうるさいんですけどね。それが消えた音。なるほどね。うん、音楽の音階じゃない、わかんないけど、シズリン。でも、そんなデロンが大丈夫です。なんか謎解きあるかな。真っ
真っ暗すぎてわっ肝試しは騒いでなんぼなんで音階うん、なんか 6C とか 8D とか音階とかじゃないのそんな見えるのどこにあるんですかギターのさ、ここにバス 11F って書いてないわかんない読めない何の音もいいそれは BGM の音だよちょっと待って明るさ 100% やねんけど見えへんななるほどじゃあまあそのあれさ行けるとこ行ってみますスマホ持ったら見えるとこかもフレここさ入っていい見えないから渡すはい見えないから渡すうん入れなかったなあそここれは可愛いなどっちか行きましょうか右か左かリンリンは探検中右か左あうんそうこっち行きます左多分行き止まり右で右かなあ行きますかいや白くて清潔感がある病院ですねえそうでしょそうですねそうそう清潔感あるでしょ人ならざる者の手配はいやいやいや質多くねでも入れないよあっそこへ出てこるあー出てこるってもうわっなんかいるなんかいるキモっ紫の音が混ざってるはぁ何だったんだ今の何の音？何の音？地面に血が流れてる。ああなるほど。あっ、なんだなんだなんだ。あ、血が増えた？あ、違う。なんだ？クイッティですか？うん。は、はえ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 、へ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 、これ多分また乗るんじゃないのかなそれかこの扉行く行けないリンはリン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 どこめっちゃ呼ぶやん青いな光乗って乗るよ後ろいるよさん見てるねどこにどこここにいるマジだえリンガラスの向こうにわーわわわわわもうなんももうえって何乗ろうカエデちゃん乗るのああ誰から誰かなあおゾンビちょっと待ってちょっと待って誰もいない周りにえマッチあ動かれたねやばい分岐え何何がいる私の周りってもしかしてなんかいるなんかおるってなんかおるってあー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 どこだけやこれまぁすごい肩車だけあるえどこ行ったおなんか私の周りにおんねん自分がおんねんゾンビだゾンビだ自分がゾンビになってるよ多分えあこれカエデちゃんこれカエデちゃんえカエデちゃんから私たちってどう見えてる普通の人大丈夫私たちにはカエデちゃんが化け物に見えてるけどどうすればいいんだろうね化け物がパフェ持ってるあほんま化け物の足してるこれどうやったら呪い解けるのあいけるいけるちょっと頑張ってなんか治療してもらうんじゃないの病院だからねそっかそっかなんか奇跡の水でもあるよ多分そうだよなんかね今ね怪異病の治療薬が完成したこれを使用すれば怪異病の症状を治癒することができるはずだあるねなるほどじゃあちょっと治療薬をどこかからもう見つけないといけないんだうんうんなるほどね助けてあこれを見たのかまだデロン一人になるなだからここ見ましょうかそうだね、うん、うるさいな楓さんごめんってうるさいなちょっと待ってまた一人かもしれんまた一人になったあ、しかも盲目かかりますから、ね、いや、あそこにいるでしょいる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 私いる我々はね、正面にいるでしょ見えないよえ暗いのじゃあ私たちのこと見えない左にいないここガラス越しで見えないでしょ自分の顔だったこれ私たちのこと見えないの自分の顔やった見えてない私たちは見えるよ、ちょっとなんか壁挟んだようなところであれ見えてない100点満点やな あ名前の札見えるえー姿は見えない面白いちょっとこっち行きましょうリン先輩、うん、
出れる。あれ、あ、歩けない。なんかね、出れないんだよね。出れない。もうなんで私にゾンビさせんねん。多分楓ちゃんにかかってるんだよ、ここら。そうだよ。あ、なるほど。そう、楓ちゃんが私たちを助けなきゃ。楓ちゃん。だってドア開かへん、ドア開かへんねん。ドア開かへんねん。いや、私たちもさ、どのドアも開かなくて。落ち着こう、落ち着こう。ここか、ここか。落ち着こう。今どうなってるんだろう、カエデちゃん。ねえ、いやね、うん、なんか建物の閉じ込められてんねん、私も。へえ。で、歩いてんねんか。今正面にいるよ、私。これもしかして私たちが指示出すんじゃないの？イエス、イエス、イエス、見えないの、見せない。でも、うん、その緑のブロック、委員長鋭いね。緑のブロック見える？カエデちゃん。見える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 。あ、なるほど、そこは一緒で。あ、それシルカーボックス、シルカーボックスだ。なんか入ってる？何も入ってない、そうかそうか。じゃあ左側にもシェルターボックスあるから、そこなんか入れてくれるの。入れ…あ、これか、ここ、うん、うん。かぜちゃん、じゃあ別の方向のシェルターを開けてみて。どこにありますかね。ね、もっとね、なんかね、うん、右向いて。かぜちゃん後ろ向いて、後ろ、はい、そこまっすぐね、うん、行ったら壁の先にあるかな。 OK、 うん、そう、右右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 、今右、今右右。あー、何も入ってない。いや、じゃあ後ろ向いて、後ろ。そっちにもあるよ、シェルター。はい、まっすぐ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 。あ、ここね。うん、そう。あーあー、お、なに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 、綺麗な瞳をしている。やめとけ。左側見て、カエデちゃん。ガチの目が入ってた。ガチの目入ってた。あ、ガチの目入ってるんだ。じゃあ、行ってもらっとく。治療薬かもしれないから。そんなことないかな。あ、もう見えへんくなった。じゃあ、左見てまっすぐ進もう、カエデちゃん。はい。めっちゃ素直。右側にない、シェルター。もうないけ。開けて。あかん、あかん、あかん、あかん。あかんか。じゃあ、後ろも振り向いて。はい。まっすぐ。あ、いや、ね、そこから右かな。こっちか。そう、そっち行って。風車がシュールすぎる。そこから右側にシェルターない。あ、薬があった。よし、飲もう。あ、もう見えた。見えた。やっぱ見えてる世界全然違ったんだ。感動。後ろじゃあ振り向いて非常口出よう。はい。めっちゃ素直。はい。こんなもんないよ。だったんだ今の。私たちも開くかな。あ、開いた。あ、よかった。あー、よかった、マジで。パシャ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 。感動の再会。よかったー。すごい仕組みだ。どういうことなんだ。どういう風に見えてたんだろうな、楓さんが。楓ちゃん、何が見えてたの？ね、多分この室内だったんだろうけど、異様に暗かったんだと思う。二つ前までしか見、そんな感じだったのかな。かな、人間に戻った瞬間明るくなった。こっち非常口っぽいから出ましょうか。オッケー。はい。できたね。なんか何今の落ちてきたのかな。今2体ぐらい落ちてきたかな。今声でかすぎて途切れたね。院長の悲鳴が。あれ、扉がめちゃめちゃあるけど。あっ、死だ。電話。電話。うん。はい。帰り道を覚えてる。出れんわ。お。電話に出れんわ。こいつ、脳内に直接。来た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 。うわ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 。なんかいるよ。化け物。いや、ダメージではない。ダメージではない。危害が加えられない。なんか可愛く見えてきたな。これさ、動物実験させられたやつか。あ、そういうこと。かわいそうに。あ、待って、紫になった。え、あ、待って、なにこの視点。え、この視点、水戸さんもか。待って、私も、私緑、私も緑。ね、動かせはしないな。私も何もできない。弱体化ポーションついてる。めっちゃ冷静。なにこれ、どういうこと。動けない。何も動かせへんわ。何も動かせない。あああああ、飛んでってた今。ほら、飛んでる飛んでる。あ、何があったんだ。戻ってきちゃった。あ、違う。違う。違う場所に飛ばされた。ねえ。なんだここ。監視カメラみたいな視点だったのかな。そうですね。そうですね。なんか確かに監視カメラっぽかった。みたいなさ。うんうん、ね。
はあ、ここの倉庫に隠れて息を潜めてたっていうような感じだと思ってくれたら大体。ち、ね、ったら戻っちゃう。あ、開かないね。こっちに行くしかなさそう。OK、はい、うん、そこは開かなかったです。血が点々と、うん、うわうわうわ、なんだ今の、見えなかった。何色だった？紫のやつ？赤かな。赤いやつか。なんか落ちてきてる。行きましょうか。はい。おお、なんかかっけえ部屋がある。おお。はい、お待たせしました。診察の時間でございます。あ、セーブ？もしかして。あ、もう寝ましょうか。塞がれています。ああ。え、何？ちょっと待って。あ、何これ、私なんかおかしいって。シズリン先輩と委員長が、ハコミコ委員長が手術オペです。緊急オペです。私の格好になってんの、完全の格好。潰される潰される潰される。どっち止めんの。待って待って、どこも向けないんだけど。え、なんか血吐いてる私。え、めっちゃ血吐いてる。うわうわ、止めね止めね。なんか今すごい私もうドリブルで削る。もうちょっと待って。デロン、デロン落ち着いて。一人にしないで。デロン落ち着いて。固定キー機能が。なってた今。これはデロン。シズリン顔。これはデロン辛いぞ。顔が改造されたんだ。本当？そうやってゲームに戻って。どうなってる？あ、ウサギになってるよ。ウサギ？何になってる？ウサギウサギ。口の周りが血で汚れてる。シズリン。同じだ。紫色のウサギになってる。私は何色のウサギ？紫。紫。あ、同じ？さっきさ、私さ、なんかベッドで運ばれて、シズリンは？うん、あのね、患者さんの服着せられて運ばれてたから。私も改造されちゃった。カエデちゃんもされてない改造。私は二人が運ばれているところを見て。逃げようとしてました。さっきと逆の状況ですよ。ね、どんな感じで運ばれたか見たかったな。青向けになった。言っとる前か。たでも助けなあかんのよね、今から多分。多分私たちも治療薬があるんじゃないのか。ね、このまま出れないだろうな、きっと。うん。僕は、あ、ね、ベッドあと1個あるよ。ちょ、あれね、カエデちゃん。カエデちゃん、塞がれてるって言ってさ。私たちも塞がれてるって書いてあったけど、やれたよ。これはあ、そうか、あれ当たりだったんだ、もしかしたら。多分当たりのことなんだろうな。私たち、ハズレを聞いたんだ。うん。なるほど。じゃあ、治んなきゃな。顔。直させなね。あっち側にチェストとか何もなかったでしたっけ。ここ改造部屋だからなさそう。そっかそっか。じゃあ視界は変わってないよ。探索しますか。視界変わってない。変わってない。シズリン怖。ウサギでしょ。こっちの行くのって。あ、でも明るいよ。明かりになってる。お、じゃあ行きましょうか。非常口だ。出ていいのか、このまんま。あ、首が多分ね、頭がパーンとかして出れないかもしれないね。確かに。え、なんか横歩いてるよ。あ、ほんと。あ、何も見えなかった。あの、なんかいた親戚の方が。親戚の方が。あれか、いつも出てきてたやつか。足早い。追い抜いてた。ちょっと親近感湧いてきたな、あいつに。多分改造されたんでしょ、あいつ。あいつがしたのかな、改造。仲間が欲しかったのかな。なんでちょっと感情移入してるの。あ、見えた見えた。そうか、この画面は見てもいいんだもんな。あ、そうなの。すごい文字化けしてる。え、何が。え、頭のんとあれだ、うん、インベントリーボタンの頭にカーソル合わせると、うん、本当だ。エンシショウエンデアンウサギって書いてある。マジか。あ、本当だ。本当だ。上行きましょうか。オッケー。名実ともにウサギになってしまった。非常口なのに上に案内するって面白い。月の水戸だからな。確かにな。普通、あれ？あ、暗くなったね。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。今非常口。友達だよねこれ。あ、うん。え？友達だよね。一寸先は闇になった。いや、ウサギの顔がめっちゃ光ってんね。それ仕様だからさ。やばいな、一寸先闇だなマジで。ちょっと待って、マジで見えんな。マジで見えん。私たちの頭を電灯代わりにし。真っ暗になったよ。何これ。ちょっと待って。わからん。真っ暗になった。やばい、真っ暗。ザッコミ。なんてさ。
なんつった な、何今の呪文ちょっと待って、ちょっと待って戻ってるよ。あ、戻ってる戻ってる。え、頭も戻ってる戻ってる。あ、ほんとだ。B 戻ってるよ。え、戻ってる。なんかでも、の、え、残ってる。顔がなんか、色。え、あ、影かこれ。この色変わった？これ戻れないのかな？いけない？上行くよ。あ、行けないか。うわー、お、なにブーブーって言った。なんかチェーンソーみたいな音がしましたね。確かに。行きますか出口。戻ってるな顔。あ、うんうん、あー、あ、出るよ。外で出る？ここで出る？外で出よう。一応ね。あー、よかった、治ったみたいだ。よかったね。なんで治ったんだろうね。じゃあ出るの見ましょうか。はい。お、公園を探せ。公園を探せ。あー、次の目的地だ。うん、あ、曲がもうエンディングじゃない？そろそろ本当に？そうだね、そろそろ、うん、もしかしたらこの曲の感じがメタ、うん、メタ的に読めば行きますか。行きましょう。これ戻ってる？私たちそうだ、ね、そんなことない。いや、裏だ、裏だ、これ裏道かな、うん、これ踏んでいいの？これ踏めよ。うわ、あれ、うわ、なんか、なんかリ待って待って待って、これ強力だ多分。私が、あ、踏み外したらなくなるから、私が踏んでる間に誰かが進むんだ、ここ。違う？確かに。カエデちゃんお願いだ。お願いだ。俺たちの全てが輝いてる。おわーえリン先輩の、え、踏んどくね、踏んどくね、踏んどくね。見えてないからね。踏んだ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 。なんか今ね、あのやべえ、白い顔みたいなのが前面に出た。行くよ。私、ちょっと待って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 。私が踏んでないとダメっぽい？楓ちゃん離れてみて。離れました。踏んでみて。あ、二人揃ってないとダメだ。あ、んなことないよ。あ、待って、離れて。私は、はな、私、踏むよ。楓ちゃんだけ乗って。うん、ほら、行ける行ける。そんなことないんだ、じゃあ、行くよ。うん、はい。シフトを押しながらね。オッケー。オッケーオッケー。あ、シフト押さなきゃいけないのか。いや、すっごい右寄りやん。いや、なんか周りなんかないかなと思ってクリアリングしてて。私も別に行けばいいんだよね。二人で乗ったら落ちるとかあるかな。うわーみたいなのない。よし、次はリン先輩。もうついてきてるよ。よしよしよし、大丈夫そうだ。オッケー、クリアリングできましたね。よし、降ります。さあ、いよいよいきますか。はい、ちょっと静かになると怖いね。うん、ちょっとね。あ、公園だ。こっちは立ち入り禁止。あ、これ公園か多分。なあ、でも綺麗な木だね。そうだ、綺麗だね。入りましょうか。はい、わーい、わーい。これ団地も気になるな。団地一番怖いよ。ちょっと待って。いや、もう後ろ振り返っていい？後ろ振り返る。待って、どこでやってる？これやっぱり、あの木のとこにおるわ。どこ？木のとこ。後付けの転んだ、可愛いんだけど。誰がやってる？いた。金のところにいる。もしかしてこれさ、転んだ、振り返ってるっぽい時に走っちゃいけないのかな？みんなそれやってくれる。だるまさんが転んだのにやり方知らない？知ってる知ってる。動いちゃった。あ、でも大丈夫そう、動いても。これルールにのっとってないよ多分。あ、本当？普通に言ってるだけかこれ。言ってるだけ言ってるだけ、うんうん、おいおいおい、おい、知らないのかよ、だるまさんが転んだの。ほ ほら突き出したぞ。ひどい目に遭うのに。ええ、あー、ちょっと待って。金になっちゃった。何これ、あ、何、もしかして私たち鬼探すんだ。探すんだ。きっと。あ、なに、なんかすごい音してる、すごい音してる。めっちゃ人いるよ、めっちゃ人いるよ。シズリンの周りに、わっ、シズリン攻撃されてる。私も攻撃してる。私も攻撃してる。リン、負けるんだ、リン。リン、大丈夫？おら、ちょっと。今、リンの姿がさ、リンが骨だらけになったよ。うん、リンが骨になってた、今。今、焼き豚食ってる。待て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 。焼き豚食ってる。え、なんかあるよ。これ何？炎を、おぉ、ここに炎を、終わったが、
やったー。あ、これも物理で撃退できるギミックだったのかな、かもしれない。もしかしたら待って、お水があったからここで消したりとか、あ、火がついてたら、なんか藤の花綺麗。明るいとこ行こう。あ、いっぱいいるよ。みんないる。せんの。あー、すごい。すげえ。今のってことこれ。すごい、今藤の花が血で染まってる。ねえ。なぜか感動されている。鬼滅の刃やん。すごいな。グレンゲかこれが。消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるから。そんな巻き舌だったっけ。そんな悪いグレンゲ。あ、出れない。公園に池だったよね、指令はね。そうですね。うん、これ階段じゃないですか。ここ登るんじゃないの。階段、あ、ほん、え、あ、違う、それ遊び遊具じゃない。あ、違うか。遊ぼう。じゃあ滑り台ですね。二段は登れなさそうね。なんかお手洗いとかも他にもあるから、え、そっち行っちゃう。ほんとだ、無理無理、行けないわ。この花壇入ってる誰か。はい、ん、この花壇に誰か入って、なんかあるかもしれない。いや、あ、痛い痛い痛い、ほら、あ、頭についてる。頭についたミトさんの。私何も見てない今。暗い暗い。え、どれなんで登ってやな。私の目の前今真っ赤だよ。今頭にね、直接ダメージを与えてたね。逃げてった、逃げてったわ向こう。あ、そうなんだ、私今攻撃されてたんだ。そう、もういない。木の裏行った気がする。あ、ね、ブランコ揺れてる勝手に。え、ここにもまだリン、まだ花壇の奥に。リンお花摘みしてる。ちょっと順番に見てこうぜ。うん、はい、リン先輩乗って。奥に、違う違う、なんかこれ、ほら、看板が。あ、すごい、名前がわからない。誰のお墓かわからない。わー、ほんとだ。自分の名前が入るんじゃない？ルーレットじゃん、これ。止めたらなるんじゃないの、なんか。金魚のお墓。あー、金魚か。お墓ルーレットありますね。さっきさ、ブランコが一人でに動いてたんですよ。うん。ちょっと待って、こっちもなんか続いてないですか。本当？それ向こう側に行けるの。向こう側か、なるほど。あ、ブランコだ、ブランコ。揺れてる。ほんまや。近づくんだ。うぃー。押してあげよっか、後ろから。首切れるかもしれない。よいちょ。ずっしょ。切れたな。まあでも、なんもない、なんもないことないんだけど、完全に。触れなさそうね。ジャングルジムとかシーソーとか、あ、シーソー乗れるんじゃない。乗りましょう。えい、えい、あ、あ、いる、向かいに、向かいに向かって、ね、あー、すごい、あまやー、死んだ。入り口に戻るのかな。どこから出てくるの。あ、来た来た来た、あそこ、あそこ再入場口ね、なるほど。めっちゃ重たい子供やな。そうはならんやろ。一回こっきりかな、はい、ね。え、乗ってよ。あ、乗れなさそう。ジャンプだよ、ジャンプ。あ、一回だけか。それでこっちには進めないな。あー、なるほどね、行っちゃいけない場所なんだ。だからこっちだったんだ。こう、今の視点やばかったな。ジャングルジム。登れるこれ？登れないよね、さすがに。柵は無理。わー、なんで痛い、後ろ。なんかキャッチボールしてるよ、後ろに。カエルちゃん取ってあげてください、あれ、邪魔しようよ。邪魔してあげてよ。あ、クソガキ。え？え？わー、いった。何これ、顔面や、誰かの。デッドボールだ、デッドボール。誰の顔面。わからん。そうか、ガキアドモンだ。スティーブだ。本当だ。スティーブ。でーなー。レイにずっと嫌がらせされてますよ。あれはなんだ。砂場？なんだろう。カジちゃん入ってくださいよ。ああ。砂場だね。ハサミがある。ほう。やばいね。拾ってみるか。いや、拾えないね。埋まってるね。うん、でも何も。あ、え、どうした？か、か、
か骸骨が埋まってるぐらい。あーい埋まってるんだ。なんもないことないよ多分。あでも取れないね。ま待ってこれさスイッチじゃない？みんなで一緒に押すとか。あ違うか。4つあるもんな。うん、なんかパズル？そんなことないか。ああ。まあ特にないんじゃないかな。なるほどね。なるほどね。すごい。わ出てきた。なんかわいい。本当だ出てきた。あ、砂場が。あ。砂場が今ね砂場の下に埋められてる。今生き埋めにされる。待って待って待って何あれ。あい。今生き埋めにされるところだから。そんななんか邪魔しないでみたいな。体力減ったら無理になってる。ねえ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 。もう死ぬの待ってる？そうそう出てこれない。あれはね、埋め込まれてる途中でジャンプすれば、スタンプ押したったから生還はできるんです。ただもう上まで土盛られちゃうともう痛い出れないね。ここにある階段みたいなやつは何だろう。それまで登ってない。行きますかじゃあ。うん、よいしょよいしょ。滑り台。もう逆？これは普通に何だろう、なんか登る系のやつ。逆だな滑り台。ミトちゃんも、うん、さっきの砂場がここと連動しててここの子たちが砂場に来たのかな。あと一つですね多分謎は。あーなるほどな。いやーリンも生き埋めにされたところで全員何らかの被害を受けてるな。あっ、さっきと変わってる。なんだここ。あ違うか裏側からか。そうですね。ちょっ、あ、ゴミなのね。あ、なんかいるよ向こうに。向こうにいる。あ、リン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 、後ろ、後ろ、後ろ。あ、え、え、なにこれ。なに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 。人の骨ってこと？さっきね、頭がね、あ、骨、骨、なんかこれ。拾えないのこれ。ついてきてるよ、私たちに。拾えないな。消えた。ゴミ箱の中に死体を待ってた。あ、リン。そうそうそう、ゴミ箱の中に死体があった。よし、出るよ。はい。てん。あ、え、キサラゲキちゃん、あの霊界ですよ霊界。存在しない駅。してるどこ。あ楽しそう。でもキサラゲ駅に行けとかじゃなかったよね。でも行くんじゃないですか。お文字しか入らないんです、うん、あそこ行くべきなのかなやっぱり。すげえ楽しそう。5文字縛りで作ってたんでその通りでございます。祀られてますね。この木がなんか特別な木なのかな。あ、止まった。んおい、キッズ。あ、え、火の玉キッズ。火の玉キッズ。おいおい、燃やすなよ、木を。爆発するぞ、これこれ爆発するぞ。3、2、1。あぴったり。え、待って、今私死んだ。え、死んだ。あ、落ちたんだかな。ダメ、下がって遊ばない。FPS できないでしょ。えー、これさん近すぎて死んだんじゃない。え、私なんか後ろの穴に落ちたのかな。え、あ、なんかついてる。シズルについてないこれ。あ、リン、あ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 、私にもついてるんじゃないのこれ。今離れた、離れた。あ、ついた、またついた。あ、ついてるついてる。あ、離れた。あー連れてかれてる。やばいって、やばいやばい、って言って。あ、ズームになった、強制的に。前川牛、前川牛助けて。前川牛。前川牛に助けを求めても。あ、いやこっち、こっちこっちよ、こっちよ。まず死んだ死んだ。みんなどこ。うわー残骸だらけ。し、あ、やばいってやばいって。どれしたね、これどうすればいいんだ。なんだろう、この紫の光が何かあんのかな。いやな、勝手に拡大されんのよな。待って、なんかあるよ、ね、なんかある。なんかく縄みたいなのがあった今、うん、リードがある。リードを手に入れた私。お、あ、手に入れないで。頭に待って、リードがどん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 増えてる。このリードをどうするんだ。これこれです。これのちぎれた、多分右クリックで残骸です。リード持ってないからな。ちょっと私さ視点がすげえなんか、うん、安定しないというか
ちょっと待って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 、多分ズームになってる時は頭にくっついてる何かが真っ暗になる時は分かんないや。このリード右振りかな、委員長見つかるかな。そう、右振りしてみる。後ろ、あ、なんか使ったっぽい今私。お、なくなったリードがけど行った、特に何も起きない。なんだ、何か緑の人が、あ、ちょっと待って、緑のなんかいる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 、ん、緑の人影が、おーい、リードないだろ、お前がなんかやったんだろう。でもリードももうないんだよね。リードなくなった、そう、なくなりました、リード。じゃあ殴るしかねえわ。なんで、なんで殴るしかねえわってなる。何かにどこか落ちてるんじゃないか。出口教えてくれているから、出れるんだよな。な、殴り殺せへんな。何かあるんじゃないか、どっかに。どっかに落ちてるかな。さっきまでのツタがなくなってんだよな。なんか紫色の液体をまき散らしてる奴がいる。おい、おい、お前か、お前、厄介か。どうやって倒すんだこいつ。どうすんだこれ、私どうすればいいんだ。出れるよ、出れるよ。どうするんだこれ。おい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 、みんなでここに来るとか。出れるよ、開いてるよ。どこ、もう開いてるよ。みんなでここに来るとかじゃないのかな。こことは緑んとこってことか。祖母は祖母行ってるからってこと。そう、リンパイセンどこ。いるよ。死んだ、いたいたいた、死んだ死んだ。みたいな、普通にやんど。あ、あー、また帰っちゃうの。普通に出ればよかったの。あ、え、私どこ今、みんなどこ。えっとね、緑の子がいたところを通過したから、再入場口から出てくる。私今再入場口にいたかな。緑の子ってどこにいたっけ。えっとね、赤い、あ、いたいた、鬼滅の刃のところ。しよしよしよし、なるほどね、帰ればよかったのか。鬼滅の刃は分かんない、なんかあったかもしれないけど。え、帰っちゃうの。あ、富士屋から出たね、画面にね。出た出れた、うん、で、駅、うん、駅か、行きましょうか、うん、はい。うわぁ、リンリリリリ、今リン進んでた。ノーリアじゃなくて三列落ちてきたね、うん、1個大体数える余裕まであったのか。わー、来たよ。え、それ劇まだついてないのに。本当だ、はよよえ。何言うの。見しようないんよ。うわ、待って、公開まで残り、待って、どこ行けんだこれ。あれ、まっすぐじゃね。まっすぐだ、走ろう。え、なんか全然走れないんですけど、私なんで走れないの。お腹空いてるとか。あー、落ちた、うん、なんだこれ。崩壊する、崩壊してる。多分空腹なんかな、走れない。やべやべ、10秒じゃ使うこれ。やばいってやばいってやばいって、無理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 、これ。あれ、消えた、消えたよ。ちょっと、やばい、逃げろー。クリアしないと出れない。逃げろ、あー、あ、シズリン、リンリン、これ落ちるな。今別の部屋にいるから。はい、落ちました。仲良し。え、もっと奥まで進めってことあれ。どこ、ここラフテン。あ、開いた、いた。死んだのか、私たちは。わからない、牢獄か。駅に行けなかった。え、さっきの建物の前よ、これ。ほら、本当だ。あ、先にワープしてきちゃったんだ。そういうことやね。なんかいるよ、骸骨。先客が。ほんまや。よう、先客。うわぁ、あぁ、えらいところで生き残ったな。これ、私帰れます。帰れます、帰れます。いけるいける。よかった、えらいところで生き残ったな。ここのドアは、あかんか。ここやっぱ先行くんかね。行きましょうか。オッケー。ここら二つ押すやつだ。ちょっと待って、これ奥行けない。あ、消えた。え、おお、すごいすごいすごい。あ、そうだ、今切符切るところか。わあ、駅だわ。キサラギですよ。そっち行けないよ。行くとこ、闇行けない、行けない。来てる、どっから来てる。片すちょりやばい。取り立つ、立つになるよ、私。すごーい、素晴らしい機械ですよ。私からでこのやつを動かすってすごくない、ね、
これ何？何切った？動かしてんの？すごい。どういうこと？どういうふうに動かしてんのこれ？これ線路じゃないよね。はい。いる。どういうこと？ドアどこだ？おう。これじゃない？どこが開いた？あ、行きましょうか。うわ、あ、開いてる開いてる開いてる。1番2番ここ3番はい、優先席人いるよって。フラギってあれだ。ちょっと待って、でもこいつら死んでる。ん、乗っちゃダメなやつこれ。そうそうそう。え、なんかなんか、え、ね、なんかなんか誰、え、ガチっぽいぜ、ガチっぽいぜ、ガチっぽいぜ。ちょっリンファムです。いや、臭そう。あ、動けない。僕の携帯を携帯を、あ、なるほど。あ、そうだったんだ。お前すりん、そってるやろ。あ、え、中電乱気してしまった。じゃあ私がスマホ持って渡せへんねんけど。投げちゃう。私が取っちゃった。え、やばい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 。リスナー、素晴らしい冥界リスナー。ああ、いやいや、視点が動く。お前か。兄さん、なんかくれた。新レシピ解禁された。ね。兄さん。お。お。電車に乗ってクリアか。あ、でもあのウサギの世界に連れてかれたんじゃないの、私たち。あ、この曲で。あ、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 はい、お疲れ様です。お。はい、無事クリアでございます。あー、これでか。おめでとうございます。ウサギになった。いやー、さすがお似合いですね、皆さん。はー、尖った。まあ、あの電車に乗って、まあ、あの帰ってこれたっていう、まあ、エンドなんです。なるほど。はい、あれで正しかった。別のエンド。いや、マル、エンドはマルチじゃないです。あの公園は実はマルチなんですよ。公園には、10個ぐらい、幽霊に嫌がらせされるイベントがあって、そのうち7つを体験すると、緑の子が助けてくれるっていう形にしてるので。あ、あれ助け方だったんだ。はい、なので誰を選、あのどれを選ぶかっていうのは、まあ、出走者さんごとに今違ったりします。へー、すごい。はい、いや、お疲れ様でした。ちょっとね、最後に一人ずつちょっと感想とね、で告知等あればっていうのをちょっとお聞きしてるんですけども、ちょっとあのデロンは最後にしようか。最後にしようか。はい、何人の鼓膜が入れ替えられた。じゃあ、月の水戸さん、いかがだったですか。はい、初めて参加されて肝試し。いや、もうずっと混乱してたんですけれども、あの、なんかお互いのことすら信用できなくなるような感じのギミックとかもなんかあったりして、すごい私はね、あの、あらゆる面での恐怖を味わいました。本当に怖かったです。でもね、また行きたいぐらい。あ、行きましょう、じゃあ。いや、でも明日山行くんですよね。明後日、明後日、明後日か。前年度かなんかのやつ行かせていただきます。明後日、明後日、明後日ですね。お山行くんですよね。あれはまあ2014年なので、今ほどそんなにできることはなかったんですよ。6年前から。そうです。なのでだいぶシンプルですけど、楽しんでもらえるかもしれない。素晴らしかったです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。あのね、水戸さんはね、読みが鋭いんですよ。これは例えば、あの携帯はあの5文字で、あの文字を考えないといけないから略したんじゃないかとか。そうですよね。非常に鋭い、ご意見をいただきまして、その通りですって。こっちではもう、こう指をパチンと鳴らしましたから。パチン。ありがとうございます。はい、いや、あと、そうですね、告知でしたっけ。ありますか。はい、明日、明後日、はい、10時とかにマイクラでまた行かせていただいて、明日は七不思議かな、の続き、明後日は2014年の肝試しとか行かせていただきますので、10時っていうのは、まだまだお世話になります。夜の10時夜の10時に2日連続でやっていただけるってことですか。はい、
ありがとうございます。視聴者さんもね、ぜひちょっと明日明後日もね、あの見に来ていただければなと思います。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。ずっとラフテア持ってますね。キサラギ駅の時からちょっと気になってたんですけど、ずっとラフテア右手に握りしめながらやってますね。食べながら。はい、先輩かな。ありがとう。私か、なんかなんだ、多分2人がギャーギャー騒いでくれたから、あ、多分普段怖くてもちょっと冷静な立ち回りができたかなと思います。あの自分よりもわーって騒がれ、うん、びっくりされるとちょっと冷静に見ちゃう感じなあれですね、もしかしたら、うん、まあでもそれもなんかいろいろな趣向が違うゲームによるかもしれないですけど、はい、うん、今回のこの2020マイクラ肝試し2020に関しては、はい、とね、鼓膜がこちら側も破れるのではないかというのを右からも左からも聞こえたね。あ、でも本当なんか、どうでした？なんだろう、作り込みがすごくて、はい、ギミックもすごかったけど、うん、風景の作り込みがすごい綺麗で、これ私バニラでやってたんですけど、そうですそうです、なんかバニラじゃなくてなんか他の綺麗なやつとかでやったらさらに綺麗だったのかなとも思ったんですけど、やってよかったんですかね。あのオプティファインとかで影モッドで描画するってことですよね、うん、はい、あの風推奨ではなかったんですか、ね、そうなんで風景は綺麗にいくんですけど、うん、あの、うん、公園の幽霊とかってこうグローイングって言って白いこう線で縁取りしてたと思うんですよ、うん、あれがね影モッドとかだと表示されないんですよ、うん、そうなるともう公園の幽霊がもう全く見えないんで、もうあれ攻略できなくなっちゃうんですよ。なので、はい、あのイベントの時はあの外してくださいねって言ってたのはちょっとそういう理由なんですよね。はい、多分ね、病院のギミックが一番面白かったかな。面白かった。私楓さん視点でちょっと見たかったんだけど、あのね、どういう風になってたんだろうと思って、あのお二人が手術されてる最中ね、あのデロンは後ろの方でもうえって言って逃げようとしてましたからね。全然その手術をなんか助けようとかそういうのはなかったです。入り口の扉の方にガーン逃げていってましたから。すごい。見捨てるんだ私たち。はい。いやでもコツコツあの作ってくださったスタッフの皆さんもクエさんも本当にありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。本当に楽しかったです。本番ですか。いや、シズリン先輩はねなかなか強いんで。なあ、ちょっとね、ちょっと1回ぐらいでもギャってちょっと 言わそうと思ってたんですけど、いや難しいですね。まあでもね、その、まあ、風景とか見てあのいいなと思ってもらえたんだったらそれはそれで、はい、よかったなと思います。素晴らしかったです。ありがとうございます。ちなみにあの電車が来たの何で作ってるんだろうっておっしゃってましたけど、うんうん、あれはね普通に本当にバニラなんですよ。モッドとか使ってなくて、要はもうちょっとずつちょっとずつ動かしてアニメーションみたいにしてるんですよ、原理的には。あ、はい、であれがまあ非常に重たいので、うん、みんなが観光してるところのサバ内でやっちゃうとあれが遅延してカクカクしちゃうんで、でこっちで少人数だけであのサバを動かして遅延がしないようにちょっとしてるっていうのは、うん、滑らかだったもんね。そうです、そうです、うん、あれ滑らかさが命なんで、はい、はい、そういう形になります。はい、でシズリン先輩の告知とかはありますか。告知、はい、告知か。あ、今日あのこの3人 JK 組で歌ってみた、 歌を出したので、ああの月の海とのチャンネルの方なんですけど、はい、よろしければお聞きいただけると。ラップをしてるんで、うんうん、ラップラップだな。なんか泥沼のとこでもちょっとラップ入れてましたよね。沈んでるやつね。どうしか言えなかった。うん、くらいですね。はい。わ、うん、かりました。ありがとうございます。はい。で、問題の樋口楓さんでローンですけども、いや、めちゃめちゃ楽しんでましたね。楽しかったです。振り返れば。振り返ればもうええてって言ってましたけどね。もうめちゃくちゃ長かったっていうか、こんなに
続くのっていうか。でも1時間またネタあんのみたいな。あ、まあまあ1時間半ぐらいですけどね。でも言うて も, 言うても、いやでもそんだけビビらせ続けるってすごいですよ。すごいね。思わずガンダムウィングのオープニング歌ってましたもんね。歌ってたっけ。ジャストコミュニケーション歌ってませんでしたっけ。私歌ってたかな。単語だけは言いましたけど、ね、言ってましたよね。歌は歌ってない。そう、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。来年もぜひ。ほんまですか、うん、ほんまですか。ほんまにほんまにほんまに来る、来てくれる、みんな聞きますよ。ほんまに、もうこれみんな現地突破って言っていい。やらないですか。え、え、何がむしろいいんですかって。いや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 、もうこんな逸材はそんなにいないですよ。いや本当すごい作りだったな。ほんまですか。ちなみにね、ちなみにこれはまあね、市川さん通さないといけない話なんですけど、腕試しっていうのをうちやってるんですよ。マイクラ腕試しっていうの。腕試し。はい。でそれは8人まで出れるんですね。おお。でまあ二次三次さんって他に仲いい方いらっしゃるじゃないですか、マイクラされたり。うんうん。で8人でそれはちょっとね競技タイプ運動会みたいなやってるんですけど、そういうのもねちょっとまたご相談させていただければな。みんな見たいよね。あ、私からもスタッフさんに言っときます。ほんまですか、ほんまですか。言っときます、ほんまですか。いや、はい、そのまま社長にそのまま筒抜けで多分行くんで。要はね、ここを作ってる、まあ、スタッフと僕とで、うんうん、もう少しこう、なんていうんですかね、スポーティーなイベント、肝試し以外でっていうのをやってて、はい、それは本当に使い回しでこう1年間に何試合もこうやっていってるんですよ。はい、なのでぜひね、ちょっとチャレンジしていただきたいなって思ってて、ちょっとご相談してみましたけど、はい、はい、じゃあちょっと上言っときます。明日スタッフさんと会うので言っときます。ちょっと上に通しておいてください。言っときます、言っときます。やったー、やったー。ありがとうございます。はい、でね、まあリアクションで言うと、デロンさんのリアクションは100点でした、はい、コメントを見てたら、はい、うん、非常に。であ、はい、ミトさんはね少しこう下がる癖があるからちょっとね、そうなんですよ、多分ね素質はあるんですけど、ややこう隠れていっちゃうから、一番損してたのはデロンかなっていう。怖いじゃないですか、採点や。カエルちゃんやっぱ反応いいから先に行かせたくなっちゃう。なるほどなるほどね、なるほどね。ビビりでしょうな。はい、なのでね、非常に皆さん笑わせていただきましたんで本人は必死だったと思うんですけども、ありがとうございます。楽しかった。一番何が怖かったかちょっと教えてもらっていいですか。怖かったところ、うん、いやこれはやばかったなみたいなのありました。いや私はゾンビになった時かな。もう本当に前見えなくて私もこの手術されに行くところでしたね。なんかおんねんそばにって言ってたやつですね。そう自分がゾンビになってて知らんかったから。でお二人はゾンビの人がわーって来たから、なんやこいつみたいな感じでしたよね。ゾンビ飾り車で分かる。なんかその海っぽくていいですよね、そのお揃いの風車で正体に気がつくっていうやつ、はい、アニメの展開みたいな。確かに、ね、で本人は助けてって言ってるのに、このゾンビはなんで近寄ってくるんやろうっていう冷ややかな目線でしたしね。なるほどね。はい、まあでもあれも手術の、はい、手術のところが怖かったですね。私あれはね、僕の運営視点をちょっと見てもらうと非常によくわかると思います、どういうふうに手術されてるかと。本当はデロンがそれを撮影してくれる役なんですけど全然多分映ってないと思うんで。僕いや助けようと思ってスイッチを探してた、うん、あれはほんとにどっかで止めれるっていうね。そうそうそう、でも無理やと思って逃げました。逃げとるんかい。その思考わずか1秒ぐらいじゃない。もうええやとなりました。なるほどね、はい、なのでちょっと上から目線で撮ってますから、僕はこう上空っていうか、なのでお二人がこうベッドでこう寝てて、顔がねこう、うん、なんていうんですかね、肉の塊みたいな感じに
なって、そこにこうなんかレーザーメスみたいなのがビャーって当てられてるんですよ。見た見た見た。いやそれあなたも見れたはずですけどね。いやあそこで出てきたたくさんの目は何やったんですか。あれはまあフレーバーっていうか、まあそのまあなんていうんですか、そこの病院で手術された人の目なのかもしれないし、何かその悪いことを手術してる人たちが見てるのかもしれないしっていうような、ちょっと気持ち悪い感じにしてるだけです。あれ気持ち悪かったな。ねえ、もうひたすらもうえもうえってもうえ。いやーもうほんと楽しかった。ほんで子供が出てきたらクソガキって急にもうおらつきもううろつくもん。でもなんかモンスターハンターみたいな称号手に入れましたから、あ多分殺したんですよね。あれ何殺したのかな。なるほど。うんうんうん、多分あのモブを倒すと称号もらえるんですよ、うん、はいはいはい。あー倒したんだな、じゃあ、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。でそうですね、楓さんの何か告知みたいなんてありますか。あ、いや二人に同じくで、あと2日間マイクラするよってのと、うん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 、歌出したよってのと、あと2時3時の人が、うん、あのこのマイクラ以外にも、あ、そうですね、研究企画で、そうですね、うん、たくさん出ますので、うん、よかったら皆さん、あのミラー配信とかもしてる人いると思うんで見ていただければなと思います。うん、はい、あのホールガイとかも出られてたんちゃいましたっけ。はい、あ、私ホールガイズも確か30日やったからなに出ます。え、そう、30日ですよね。30日やったはずです。それが告知じゃないんですか、そういうのを。あ、別に私のは見なくても下手。そうなの。そうなの。そうそう、他の見ていただいて、他の方の視点を。あ、そうなんですね。いや、まだもうええってって言ってもらえると思うんで、皆さん見に行きましょうね。30日はお願いします。福士さん1個だけいいです。はい、どうぞお願いします。あれ、ネタバラシしてくれるっていいなら教えてほしいんですけ ど、はい、どいいですよ。病院前の、うん、あの戦闘、頭が5個ついてるやつ、はい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 、あれってどうやってクリアするのが正しかったんですか。あれはですね、うん、戦い方としては非常に正しいです、うん、要はあのお水を当てるごとに、うん、モンスターの顔が1個ずつ取れていくんですよね。あ、はい、で、HP がまあ減っていくというか弱体化していくんで、うんうんうん、最終的に、うん、剥がれる頭がなくなった時点で、あとはもう殴れば倒せる、うん、あ、殴らなきゃいけなかったんだ。そうなんです、そうなんです。 なので非常に近いところまで行ってて、ちょっとよく勘違いするのは、うん、最後まで液体でしか倒せないんじゃないかと思い込んじゃうと、うん、それ以上もう HP 減らなくなるというか、なかなか倒すのに時間かかるっていうか、はい、っていうので、まあ今回は、タイムオーバーで消滅したみたいな形だったと思います。はい。で、皆さんがですね、真っ赤になるって言ってたのは、あれ顔を剥ぎ取られてるんですよ。はい。あの顔のお化けに。で、剥ぎ取られて前見えないって言ってる方の顔が実は同じくこう飛んで他の方に攻撃しに来てたと思うんですよね。だから金でちゃん首だけになってたんだ。そうですそうです。あれはだから奪われてたので、その奪われた頭を攻撃してやると戻るんですよ顔が。帰ってきた。そうなんや。そうなんです。なので見えないって言ってる人の顔をやっつけると助けてあげるっていう協力プレイは一応できるようになってたんです。はい。いやすごい細かい。ね、そういう仕組みですね。はい。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。はい。というわけで、二次三次さんの、マイクラ肝試し初挑戦でしたけど、非常に、はいはい、楽しい肝試しが見れることができた。楽しかったよね。はい、楽しかったです。はい、ありがとうございます。で、この後どうされます。もうすぐ落ちられます。あれだったら少しサバ開けとくので大丈夫ですか。うん、今日は私は落ちます。 OK です、わ、はい、かりました。はい、それではですね、このままの位置で、ログアウトしていただいて結構ですので、お疲れ様でしたと。はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。はい、じゃあまた、何かあれば2日、うん、来ていただくんで、いつでもまた言っていただければ、はい、ご相談乗りますんで、はい、
ろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、それでは私この、はい、チャットルームから抜けますので、お先に失礼いたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼しました。はい、お疲れ様でございました。ちょうどでしたね、ちょうどまあ24時で綺麗に終わりましたんで何話、あ、そうか、配信してるから2時間枠取ってるから、あと5分ここでお話ししはるのかな。ちょっと聞いてみたかったけどな。まあでも皆さんのお話を聞きたいと思うんでね、いつまでも僕がいるよりも、まあ、抜けた方がいいでしょうね。はい、というわけで、皆さんちょっと聞きました？マイクラ腕試しマイクラ腕試しちょっと来てほしいなっていうお話をしたら、ちょっと上に話通してくるわみたいなことを言ってもらったんでちょっと楽しみがまた増えるかなと思うんですけど、もうあれはすぐできるからね、年内中に。で、来年もお願いしますって向こうから言っていただいた、みんな聞いていただきました？聞いていただきました？しずり、しずり今誰もいないわって感じやったね離席してたんか知らんけど。はい、ちょっとじゃあ向こうのサバ行こっか。今どんぐらい人いるのかな。6人いてますね。はい、チーノさんと、ファンキーさんとラダオくんの3名がいてますね。ちょっとじゃあちょっと釣りどんな感じか見に行こっかな。今今年の最終っていうか、ファンキーさん遅くまで残ってんだね。あー、射的にハマってんのか。はん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 。ちょっと釣りのポイント見ますね。おー、さすがペンちゃん、すごいな。ペイントさん550、もうトップですね。去年の王者ですからね、釣りの王者ペイントさんだったんですよ去年。さすがやな、もう初日でいきなりもうトップキープしてますね。550点、それに食い下がるわ。3ポイント差でチーノさんで、ラダオくんがちょっと外れて、64ポイント差で、ヨッピーさん、マグニーさんも、ワイワイさんいてる1234567位、ワイワイさん、ワイワイさん来てる。ワイワイさん明日だよね、前日入りしてくれてる、ちょっとこれは嬉しいな。でファンキーさん、トワコさん、カズさんで、これアチャミさんですね。アチャミさん、バステンさん、トモさんっていう形ですね。トモさんはこれ練習の時だな、4点とか。バステンさんも20点とか、練習の時だな。ペイントさん今年も王者かな。で、ファンキーさんが2点、チーノさんが3点。そんなハマってるって感じでもないよな。一応ね、サバ自体は、イベントが終わっても、まあ、1時間ほどね、ニコニコのユーザーチャンネルの、クーチャンネルの方で、打ち上げ、今日の反省会を、30分から1時間ぐらい、今から放送するんで、12時から。はい。ですので、まあ、その間はサバ落とさずにね、ちょっと見守っとこうかなと思ってるんで。ペイントさん5時間もやってくれてんねや。まあありがたいね。お忙しいはずなのに。0時から釣りやる方って誰？ちょっと教えて。まあ最悪、もう
サバね、朝再起動でもいいんやけどな。そんな心配してないから。なんかあったらミラーサーバーもあるし。で、あー、ほんまに？あー、オッケーオッケー。一応ね、夢咲楓さんと、桜木ミリアさんにはね、1時までは開けときますよって一応お教えしてるんですよ。だからまあ、どうだろう。2時、3時までやるのかな。それだったらちょっと伸ばしてもいいけどな。まあまあ、大丈夫だよ。そんなすぐ落とさないんで。はい、というわけで、まあ、もうちょっと待ってね。打ち上げ放送の方はもうちょっと待って、こちらちょっと閉めますんで、5分ください。はい、というわけで皆さんいかがだったですか。第1日目の、マイクラ肝試し。普段、お呼びすることのない方々が、まあ、3組いらっしゃって、まあ、割と新鮮な肝試しだったと思うんですけども、皆さん、YouTube でも非常に活躍されてる方ですたちですので、まあ、非常にやっぱり面白いね、実況をしていただけたということで、ね、皆さんも楽しかったんじゃないかな。僕も呼べてよかったなと思ってるですよ。で、問題はね、向こうさんのファンの方々がね、納得していただけたかなっていうね、ちょっとそれだけ心配ですけどね。そちらの方々もね、あそこ出てよかったねって言ってもらえるようなイベントだったらいいのになってちょっと心配ですけども、はい。っていうので、はい。まあ、第1日目は大成功かなと思ってます。で、あと2日目はね、まあ、気心の割と知れた方々、まあ、3日目も、1度、2度、ね、腕試しとかでも一緒にされてる方々、まあ、あと唯一あれかな、三人称さんだけが初ぐらいで、他の方は、まあ、何度もコラボしてるんで、割と、気が楽というか、リラックスしてできるかなと思ってます。はい。というわけで、明日も、明日のね、スケジュールですね。はい。13時から、ピクトさんとコネシマさん。そして16時からはワイワイさんとマックスさん。で、19時からはラッダーさんとペイントさん。そして22時からは赤髪さんたち。ということでね。4組が出場していただくのでね、また明日もぜひ、マイクラ肝試し見に来ていただければなと思っております。はい、よいしょ。それではね、もうちょっとね、熱冷めやらぬといろいろ語りたいんでね、熱冷めやらぬって感じなんですけども、一旦ちょっと会員放送の方にですね、枠移動して、ちょっとそちらで、まあ、裏話的なところとかもね、まあ、話せればなと思うんですけど、まあ、あんまり長くすると朝起きれなくなるんで、まあ、上限1時間ぐらいの、まあ、枠を取ろうかなと思ってますので、まあ、ご興味のある方は、見に来ていただければなと思っております。はい、では皆様、遅くまでお付き合いいただきありがとうございます。明日の13時、そうですね、枠自体はね、少し早く取ると思います。30分前ぐらいには枠開始してると思うんで、よろしく。あ、いらっしゃいましたね。夢咲さん、いらっしゃいましたね。今から釣りに向かうぞーって感じですね。夢咲さんのね、アーカイブもぜひ見てください。もう非常にね、可愛らしい感じで肝試ししてもらえたんでね。はい。それでは皆様、お疲れ様でした。